した。 なんか6時からやろうって思ってたんだけど、6時に準備をし始めてしまって遅れちゃった、ごめんなさい。ごめんなさいすぎる、ごめんなさいとは思ってるんだ。ありがとうペンライト。そうそう、台風のせいってことにしよう。そうだよそうだよ。ありがとう。そうだよね、台風大丈夫、大丈夫ですか。台風は大丈夫じゃないよね。1号だっけ、今年初めての台風。そう、そう、今日もコンタクトしてなくてめっちゃ目が悪い。やばい、待ってストロー入っちゃった。イコールを愛にあなた、だだだだだ、間違えた間違えた、他のアイドルさんの曲を歌ってしまった、ごめんなさい、著作権ごめんなさい。めっちゃ頭の中で流れるこのリズム、ありがとう唇。アカペラは OK？ そうなの、アカペラもあダメなんじゃないの、アカペラはいいの。なんかヒロイン転生さんのビコーズイコールって曲がめっちゃ流れてきてて、今私の携帯には、でなんかそれのサビがめっちゃ頭の中で流れる、永遠にね流れてくる。あ、見える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 、世界が見えるぞ。急に言い始める。アカペラ大丈夫だよ。あ、そうなの、そう。ミーコーズイコールを愛に奏でてたでの。メガネしてないとさ、顔がさぼやけて見えるからさ、可愛く見えるのね、補正がかかってね。だけどメガネしちゃうと細かいところまで見えるから、あの自分の顔がよく見えてしまって。しんどい。しんどいけどでも見るね、コメントが読めないからこれがないと。よいしょよいしょ、明日4期の受付には間に合わないけど、ありがとう。4期そう、明日受け、前座です。私は久しぶりかな、何日ぶりだろう、めっちゃ久しぶり、今月は、今月はね、19日からだから10日ぶりとか。私今月前座何回出てるんだろう、3、6、15、19、5回。でもさ平日が多いから。あ、指ハートありがとう、キュンです、懐かしい、ポケットからキュンです、キュンです、どうしたの、キュンです、でも君にあげられなくてシュンです。そう、仕事忙しくて想定できない、そっか、そうだよね、お仕事平日だからね。コンタクト、そう普段コンタクトなの。6月2日の前座わかんないんだよね、いつ発表なんだろう、まだ知らないから、私も多分私が知ってから発表だから。そう思い出した、言おうと思って電子レンジがね壊れちゃったんですよ、私昨日、あれ言ったっけ、電子レンジ壊れちゃって、電子レンジがね壊れちゃって、お家の、だから本当に私は今飢餓になりそうで。辛い。そう、私なんかね、時間タイマーのところをくるくる回すところがなんか反応しなくなっちゃって、だからワットは入力できるのに時間が入力できないから使えなくって、めっちゃ困ってるの。お家にさ冷凍食品は結構あってさ、あとご飯とか私冷凍して保存してたからご飯も食べられないから。でも1年経ってないからね、買ってから、保証書あったから、保証書でさ修理してもらえないかな。
って思ってる。そうなの、6月2日夜公演行くよ。あ、でも私が分かんないからな。いいですね。フライパンとかない？あるよ。ご飯がね、炊かなきゃいけないの毎回、めんどくさい。しかも1合炊いても1合食べれないから、 0.5 合炊きを毎回するって考えると、うーんって感じ。あ、指ハートありがとう。そうそうね、そう、修理してもらいます、いつか。ちょっと今はまだしない。お母さんが来てくれた時に対応してもらう。ちょっと自分でやるのはめんどくさい。 0.5 合美味しく炊くのもぜ、わかる。買ってから半年くらいかな、引っ越した時に持ってきた、買ってきた、買ったやつだから。なんで壊れたんだろう、本当に意味わかんない本当に意味がわからないけど、まあしょうがないから、しょうがないからね。自炊かダイエットかの二択で今迷ってます。迷うところじゃないだろうって感じだけどまあダイエットってことで、神のお告げ、神のお告げでね、ダイエットしろってことかな。電子レンジが壊れたってことは。湯煎で温めたら、あ、そう、昨日は湯煎した、昨日は湯煎でカレー食べた。ご飯がなんか、そう、保証期間があると思う。あるよ、1年間あるからね。修理してもらいます多分。ただそれまでの期間が辛い。そう、こんばんは。ジップロックで湯煎って手もある。確かに毎日麺類になりそう。え、わかる。そう、今それを私は恐れてて、一周回って太りそう。そうです、メガネ配信、もうメガネ配信ですよ私。そう、こんばんは。こみ、そう、うん、雨で体びしょびしょ。そっか、雨降ってるのか。さっきさ、ベランダ窓開けた時降ってなかった。降ってんのか、もう今。大変だ。明日雨なのかな。明日前座だからさ。なんかずっと雨じゃない新潟。やば。全国的に？全国的にだ。なんなら新潟の方が晴れ多いのか。ちなみに今日は何食べる予定ですか？決まってない。でもご飯炊こうかなって思ってて、ご飯炊いて、うん、餃子焼こうかなって思ってます。元気があればそれをする私の努力があれば。九州かの時しか雨、雨なんだ、雨大変、雨乗り越えて、雨多いね、冬も雨多いし、梅雨だし、台風なんつくるし、雨多い、いやー、餃子いいね、そう、餃子いいでしょ、ウーバーで、お金なくなっちゃう、私が大富豪とかだったらウーバーしてるけど、私はウーバーはしません、レンジ新しいのかな、でもなんかそれは多分ね、お母さんに相談します。まあでも別に生きていけないわけじゃないから、まだかい、あの、放置一旦放置。こんばんは。メンバーの家に避難する、しないよしないよ。梅雨はこれからだからね。そっか、そうだよね。今なんか、でも台風来るの早いね。確かに今日背脂ラーメン食べてきていいな。先生、そう、それしかないよねって感じだよね。困るね。あ、わかるわかる、梅雨の前の夏感めっちゃわかる。その時期でも、その時期だけがいいよね。あ、めっちゃハサミ出しちゃった。急に前髪切るはず。手癖がやばい、なんか触ってる私ずっと配信の時ありがとう、ハートもありがとうございます。かわいい、ありがとうね、ありがとう。
なんかする、かわいい、かわいい、ありがとうございます。そう ちょっとだけ吸収したけど、びっくりするぐらい薄くて自分でびっくりしてる今。フォローありがとうございます。めっちゃフォロワーさんが減っててさ、一回さ1558とかまで行ったのにさ、今日見たらさ1554になっててさ、え4人減ってるんだけどマックスからとか思って、減ってるんだけどって思ったという話をした、しようと思った。そうそうなの、そうなんだよね、びっくりだよね。まあ、そうそんなもんですわ。ハートありがとう。なぜ減るの？4人なら以上めっちゃポジティブ。それはそう。それはそう本当に。なんか今日お昼ご飯食べるときに、なんか動画見ようって思って。ジャムズコレクションさんの動画を見てて、 YouTube に上がってる、めっちゃ可愛かったっていう話を急にし始める。そう最近見始めて、めっちゃ可愛くてね、癒された。最近夢にも出てきて、アイドルの人が誰がとかじゃなくて、私がライブに行ってるっていう夢を見る。こんばんは。そう31日のゲーム部、そう私はそれを、うん、見ます見ますとか言って見ますよ。何曜、金曜、一人でご飯、そう一人でご飯食べるときは映像、お音がないとさ、やっぱさ一人暮らしだとなんか音、声が欲しいんですよね。そう ありがとう、ハート。タオちゃんゲームとか、ゲームね得意じゃない。テトリスはでも上手だよ、テトリスだけ。あとあつ森やってた。でもマリカもまあまあできます。マリカだけかな、マリカくらいちゃんとできるの。何が苦手かな、私スプラトゥーンめっちゃ苦手、スプラ本当に苦手だった。あとあれも苦手だった、大乱闘、スマブラ、スマブラもめっちゃ苦手だった。だからね、そう、あっ歌唱力明日あさって NGT は30日、あそうじゃあ30日お願いします。太鼓の達人はね普通ですよ、難しいくらいまでならできると思う多分。マリカすると体が傾きそう、え意外とねそんなことないよ。私マリカはやり込んでたステージとかだったらめっちゃ上手にできるそうそうそう、うんうんうん、そう音ゲー得意って言ってなかったっけ、音ゲー得意ですよ。乃木フェスめっちゃ得意乃木フェスがめっちゃ得意、本当に上手、自分で言うのもなんだけど、乃木フェスが得意すぎるなって自分で思うそう一番やり込んでたゲーム、人生でもうやってないけど、そうそうそう。太鼓の達人のリズムゲーム、まあ、あれもリズムゲームなんだけど、あれはねちょっと苦手なんですよね。そう右フェス苦手だったな、そうだよね、なんかこう曲がってくる、まあ、珍しいリズムゲームにしては珍しい動きがあるゲームではあるから。そう、うん、36日だってすごくない。あでも明日前座だからできるかなできないかもしれない。ありがとうくまさん、ありがとうくまさん、ありがとうね。
そう、 AKB の時はサービス終了、あ、そうか、サービス終了がねあるとね、ゲーム毎日配信気づいたらめっちゃ経った。え、わかる、気づいたらめっちゃ経ってた。自分でもそんなにしてるつもりはなくて、朝は無理か、朝はしないかな、朝はしないです多分。そう、明日夜できたらするけど、夜できるかなという気持ち。でもまだ毎日配信チケットがね1枚あるから、30、31、あ、お手紙ありがとう。30、31、12、うん、いつかさ途切れるって思ったら早いうちに途切れた方が心は楽だよね急にお上げ屋さんしちゃう。そうだね、初期の頃なんかさ、ショールームし始めの時はしてたけど、コンサート期間でやらなくなったよね私は、っていうイメージで、またやり始めたイベントからこんばんは。化粧薄、本当に化粧薄、化粧してないみたい。100日超えてからな、100日は絶対にできない自信があるんだけど。そう、急に、わあ、でも分かんないか分かんないかな、分かんないかなと思いつつね。そうそう、画面かすんでる？嘘、服、あ、綺麗になった。待って、メガネのやつで服はじゃあ、よいしょ、あ、めっちゃ綺麗になった気がする。確かに、ありがとう。そう、絶対うまくできてないだろうって感じだよね。めっちゃ綺麗になった、本当だ、急に画質がいい画質がいいよ、夢の中みたいな画質だった、さっき。そう、メガネクリーナーすごい、確かにメガネクリーナーすごい、髪の毛のツヤもわかるね。それはちょっとやだやばい、髪の毛綺麗じゃないんだ私、髪の毛サラサラにしてしに行ってないもん美容室に。なんか美容室に行く頻度減ったそう、よいしょ、こんばんは。低気圧大丈夫？低気圧なの今あ、なんかさ、低気圧で思い出したけど、低血糖の時にラムネ食べたらよく眠れるみたいな全然何の話だ、言葉のチョイス、何の話した、私も。待って待って待って、思い出した今、ちょっと待って、どうしよう、めっちゃブサイクな顔してた今、パッて画面見たら私が、やーだーそう、よし、そんなことないよ、そんなことないよ、僕はそう思わない、どんな君だってときめいてしまうよ。うん、こんばんは。どれくらいのピースで美容院行くの？え、本当はもっと行きたい、2ヶ月に1回とかは行きたい、でも全然行けてない。なんか美容室に行くお金をかけるなら、欲しいものとかがあったりとか貯めなきゃなって思って
ったりしちゃう感じになってて、だからだからあんま行けてないんだ。でも行く、そろそろ行く、やばい。最後に行ったのがね、コンサート前、コンサート前に行った。コンサート前だっけ、もうちょっと前かも。書いてない。あ、あった、3月10日。2ヶ月ぐらい経ってるかも。あ、愛ありがとうございます、ありがとう。はい、そうなんだよね、2ヶ月って結構前だな。2ヶ月か。いやー、メガネどこで買ったのだって。メガネジーンズですジーンズで買いました、これは。うん、そう、新潟の駅に全国のラーメン売ってるお店あって、さおちゃんの勧めあるか。おー、本当に、じゃあよかったら俺もジーンズだよ。そう、ジーンズ、ジーンズだね。私ずっとジーンズだ。なんでだろう、多分最初に行ったお店がジーンズだったからずっとジーンズなのかも。あ、今日 BLT 発売日ですよね私出てないのにいきなり言い始める。予約セブンネット、紀ノ国屋と思ってたけどセブンネット、え、まだ買える？予約しようちょっと忘れちゃってた。今日もメガネっ子。そうなんですよ、BLT すごいな。デレレレン、グッとくる。そうそう、僕もあ、ジーンズめっちゃいるめっちゃメガネ一緒の人いる。そう、昨日がめっちゃテンション高かったからみんなびっくりしちゃう。セブンネット写真好きだけど、紀ノ国屋で買います。え、私紀ノ国屋派、ポストカード急に紀ノ国屋派なんだ。はじめまして、はじめまして、ありがとう。 BLT 新潟のセブンネットなら京都で言った。お、そう、あれ絶対あの日寒かったと思う、すごい夏っぽい。こんばんは、こんばんは。お、もう8時半、明日公演前に受け取り行きます。それが一番ベストだよね、私もそうしたいよ本当はそれをしたい。X で集合しようね。ねねねねねねあ、そう、ね、ちょっと遅れてるかな。あ、遅れてる、よし、ありがとうハート。ルンルルルン、ハートたくさんありがとうございます。そう、あとなんか言おうと思ってたことあったかな。明日前座だよってことぐらいことぐらい明日なんだ、なんだ明日は。あと、ありがとう。メガネの形こなししてない全然してなかった。やばいやばい、今よし、結ぶか
急に急に結ぶか結ぶか。ゴミ1個しかなかった。今日もありがとう。明日もマシさんつ、え、撮りたい撮りたい予定撮りたい予定ですさあちゃんもお見送りでハート作ってくれたりするの。え、こうやってやってくれたら作るよ。こうやってやってくれたら全然作る。何、お見送りのハートなんで、どういうこと。サホちゃんもってどういうこと。なんかあったのみんな作ってくれるよ絶対。ハート作ろうっていうこれを出してくれたら。まあちょっと今見た、あ、そう、チャット前座コーナーでクラクラを聞いてみたい。なるほど確かに。あ、ありがとうありがとう、キスありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうね。ハートもありがとう。クラクラさん確かに やるって聞いたことない。でもやりたいね、可愛いもん曲が。でもどうなんだろうね、クラクラさんの曲ってやれるのかな。ああ聞いてほしい。衣装も可愛いよね、めっちゃ衣装可愛い。いいですね、できたら。お疲れ様です。ありがとう。電車が止まってて、それは大変だ。台風でってこと？人身事故とかではなくて。なんでだろう。電車よく止まるよね。わかるよ。そうちゃんがあの衣装着た。私何色着てほしい？もし着るってなったら、あの、キリって欲しいのさ、あれ、あー音が出ちゃう。黄色か青、確かにサイリウムカラー調べよう。そうじゃ、ナス衣装、そう、ナス衣装着たいんだよね。クラウディクラウディ、調べます。そうそう、許可が絶対、そうですよね、わかんないけど。天空衣装絶対可愛い。黄色かな、お、青と黄色勢がいる。天空衣装もめっちゃ可愛い。黄色いいな。私も黄色着たい。でも黄色はアンナが着たいから多分ね、多分じゃないか、絶対絶対そうだよ。そう、グマさんのだから。振りも可愛いな見始める急に。可愛すぎ。でも私も黄色がいい急に言い始める。私も黄色がいいけど、でも黄色を着たいはずだ。さすがにそこはね、推しの人に私は譲るよ。気持ちがわかるからね可愛いそう、こういう当たり前じゃないですか。クラクラ公演されてみたので、おお、いいね。そうそう、マジでわかる。こんばんは。そう、そっか、私黄色生誕っていうさ、いや言わないけど、もし作ります、もういつ作るんだろう、わかんないんだけどなったらそろそろ考えるはずだから、今何色にしようかなって勝手に考えてる。何も言われてないけどまだ
私薄い黄色めっちゃ好きなんだよね。さ、絵の具ってさ、小学校の時とか使ってた絵の具ってさ、レモンイエローと絶対黄色2色入ってたよね。覚えてるかなみんな。私のだけ？いやでもみんなも入ってた、絶対レモンイエローが絶対入ってた。で私レモンイエローの方が好きだったっていう謎の思い出。そう、はじめまして。そうそう好き、そう、それがめっちゃ好きな色だった。レモンイエローはレモン、あ、そうですね、フレッシュレモンになりたい。山吹色、あ、逆に入ってなかった。山吹色、あのだよね、オレンジっぽい色。そう、こんばんは。あー、いいね。よいしょ。ブルーが好きかな。青もいいよね。黄土色なんかさ、黄土色かっこいい。ありがとう、 かっこいい、ありがとう。リンパムさん急に小顔になろうとし始めるっていう、配信中に急に小顔になり始める。そうだよ、顔ちっちゃくなりたいからね急に急にさ、急にやばい。そうだよ、金と銀は使用禁止だった。え、懐かしい、あったわそのルール。小学校 1,2 年の時に金と銀は使っちゃダメですみたいな。買わなくなっちゃう、なくなんない、絶対になくならないよ。ここがなくなったとしてもさ、あるもん。そうそうなの、よくわかったね。そう、今フレッシュレモンさんのお話が出て、あ、顔って思って顔小さくなりたいなと思って。よくわかったね、すごいよ、天才だ。そう、こんばんは。そういうことです。3期生の方もリンパムさんでした。お、みんなするよね、アイドルだもんね。なんかアイドルの方とチェキとか撮ると、なんて言えばいいんですか、なんて言えばいいの、これ難しい。私の顔が大きくて、あーってなる。あ、引いたらぶつけた。そう、わーって後ろに、あー全然ってなる。もうさ、マッシーさんってめっちゃ小顔じゃないですか。私さ、本当に輪郭も、まあ、全部大好きなんですけど、そう、全部大好きなんですけど、本当に輪郭も好きで、よいしょ。レモンさんと通称撮ると普通にホラー画像、え、なんかわかる、背が低い子とかと一緒にいると、多分フレッシュレモンさんも148センチくらいだった気がして、確か記憶の中で146とか68とか。そうするとさ、もう私巨人なのかなみたいな、あれ私って巨人だったっけみたいななっちゃうからそう、あ、そうですね、この前 OG で来てくださって、見たらめっちゃ可愛かった。隣に並びたくない、確かに。どうだよバグル、そうだよね、実際に会ってなさそう。そうなんだよね、本当にさ、アイドルだーってアイドルだアイドルだアイドルってなる。もうね、先輩たちみんな顔小さくてっていつも見てて思ってる、生きてて、うん、思うんですよこんばんは。そう、あ、私もアイドルなんだけど、やっぱさ、加入した時よりもさ、ちょっとはさ可愛くなってるはずなんですね、私も。だからちょっともうちょっと早くね、早く、あの、どんどんその可愛いの更新スピードを上げれるように頑張ろうと思って今日はリセット誰か、確かに
そうそうそう、こんばんは。身長者30センチのメンバーツーショット撮ったら自分が別の性別だったねえ待って、うん、もうその気持ちわかる。めっちゃちっちゃい子とさ並ぶと、私もさ、まあ一番差がある人だと何センチ、まあ15センチとかそんな差はないか、でも私大きいってなる。そうなんだよね、可愛い、ありがとう、元気出るよ、ありがとう。めっちゃほっぺあるこんばんは。ステージ大きく見えない、喋り会とかで対面すると華奢なんで、え、なんか本当にみんな華奢華奢華奢です。書いてるキレキレでいても、お、ありがとう、うん、うんうん、こんばんは。そうだね、身長今でもスピードハイターを出ますメガネ子好き、お、メガネ好き勢の方がいらっしゃいますね。ここの髪の毛さ、間違えてっていうか、その時の私はパッツンにしたいって思ってたから切ったんですよ、ここだから。パッツンにするってなったらさ、こうやって全部さなるからいい感じなんですけど、急に分けたくなって、分けたらここの毛が短いから困った。はい、ありがとうね。Because equal を愛にあなたのため、こんばんは。なんかその時見たアイドルの、なんか私はね、あ、フォローありがとうございます。前髪をね切る時に毎回ね、この人って思って決めて、アイドルの方の一人の画像を見て同じ前髪になるように切るんですよ。だからブームがすぐ変わるから、でもなるべく顔の輪郭が同じような方を探して、なるべくね、私は丸顔ではないからさ、そう、前髪決まらないからお出かけしないって経験ある。前髪決まらないからお出かけしないはさすがにないけど、前髪決まらないからお出かけテンション上がらないはあるあと途中で崩れちゃうのはいいんですけど、お出かけの最終盤らへんで、なんか前半家出てすぐ暴風に吹かれましたとかなると、え、ちょっと一回帰って直したいみたいなのはある。でも遅れるのはあれだから、遅れられるのも全然平気なんですけど、人によっては遅れるのは申し訳ないからそうかな。そうそうそう、あとなんだろうありがとうね。髪の毛が、よいしょ、ほんま急に黙る、ごめんね、黙ろうと思って黙ってるわけじゃない。あ、そう、明日明後日か、あいみょんですわ、あいみょんさんのマリーゴールド歌ってるので、ぜひぜひとか言っていきなり見れた瞬間に何か牛雪かぶったこと、かわいそう、それは大変。そうちゃん今日はエンジンかからないねうん、そうだね、今日はかからないね、なんでだろうね。いいよずっと優しすぎる、配信してるのに黙り込むっていうことをしているのに、私は。しかもずっと何か飲んでるし、今日ずっと何か飲んでるって思ってるでしょ。まあ飲んでるんだけど
こんばんは。声だけ聞いてるとマッシーさん本当に言ってるの？絶対それはね持ってる。また嘘待つとか言って、嘘ですよそれは。このくらいがちょうどいい。そうそう、コナンのアニメの、あ、私コナンさ長野県警のやつさ前編見たのに後編見忘れて犯人わかんないまだ誰だったんだろう、誰だったんだろうなって思ったらもうその次の週ぐらいに行っちゃってマジで笑う。そうちゃん好きな人も演技にかかるよ。確かになんか話題をね思いつくまで。そんな話題でありがとう。なんてさ、それは持ってて本当に数字がね、そうじゃない数字はって、そうですね、後編見ないよ。そう、後編見ないのやばい。前編より後編が大事、どう考えても。コナンにしては結構無理やりだったよ。あ、そうなんだ。もうやっぱり何話も何話もやってるとね、ネタがね、トリックを思いつかなくなってきますよ、それは普通に。なかなかなトリック、私一番好きなのはトリックじゃない、動機だって。この女私にハンガー投げつけたのよが一番好きな動機で、一番好きな事件はなんかあんこにコウがあんこがシンクに、うん、シンクにあんこがたくさん入ってて、あのなんか死んじゃったみたいな、あ、どこ言うのよ、なんていうの、窒息しちゃったみたいな無理やりすぎて本当に、はい、あんこお水ではなくあんこ、なんかもう水は何回かやったからあんこにするかみたいな、絶対そういう話し合いで決まったと思うんですよ。多分アニオリ会だったと思うんだけど、それもアニオリ会の時ってさ、なんかそういうの結構あるよね。東京なんだっけバニーなんだっけ、めっちゃ面白い回、なんかネタ回みたいなのがコナンには存在しててめっちゃ面白いの。もうそれだけはね、もうコナンのなんかファンが作ってるって思ってみた方が面白いかも。面白回、え、なんだろう、アニオリ、トリック考えてる人、確かに定期的にネタ会、そうネタ会があって、どれだっけな、ネタ会、ギャグ会、私が考えてるやつが出てこない、調べてるけど。ハンガー投げつけたは消えた凶器殺人捜索事件でした。なんだっけ、面白いかい。そう、一時期話題になってたやつ、え、なんだったっけ本当に東京バールズコレクションだ東京バールズコレクションもうタイトルから面白いもん。だってさ、ガールズコレクションのなんかパッパッ、なんていうの、オマージュなんですけど、ガールズじゃなくてバーに、おばあさんのバーになってて、東京バールズコレクション、いやー面白いですね、面白いですねっていうかひどいですね面白すぎます、さすがに。そう、あとなんだっけ、なんかめっちゃ広告出てくる、調べてたら
なんだ。あった、そう、それはね、あのこれ言っちゃうと凶器がキャベツの芯なんですね。だって凶器がキャベツの芯って意味わかんなくないですか。超面白かった。これかな、一番面白かったのはこの回かな。でも最近なんだよね多分、アニオリ943話だって。昆虫人間の秘密も面白かった。これ面白かったな、昆虫人間の秘密。もうなんかね、ひどいんですよね全部。もうなんかそれが面白い、ある意味なんか 別の作品って一回割り切って、これは違う作品、一旦ここは違いますって思って見ると面白いです。なんかそれをコナンだ、コナンの続き、ストーリーの途中って思っちゃうと楽しめなくなるかもしれない人がいるから、あの一回これは違うやつだって思って見るとめっちゃ面白い。そう、レインボースターありがとう。こんばんは。めっちゃお腹鳴った、やばいやばい、何食べよう本当に。ご飯炊くしかないな。 0.55 炊きって初めて。なんか深いこと言って、全然深いこと言ってないよ。そう、昨日たくさん話しすぎて、私の日々の生活に面白いことがそんなに起きてないから何も言うことがなくなってしまっている。何してたっけ今日、振り返ろう。そうそうそう、何時に起きた、何時に起きたかな。コナンでも誰も傷つかないほっこりしたお話も好き。わかる、たまにさ、あの人が死なない時があって、そのめっちゃ面白いよね。今のテレビのせいなのに、料理で視聴者生推理とかできそう。確かにできそう。今日は何か食べた、今日食べましたよ。今日はね、今日は何食べたっけ。冷凍食品をフライパンで炒めてみるという行動をしてみました。やばいよね普通に。やばいよね普通にね、冷凍食品の良さを台無しにしてるよね。でそれでなんか炒めた焼き鳥みたいなやつ。あゆみちゃんかやつ、わ確かにわかる、あゆみちゃん好き、いい子めっちゃ。こんばんは、ありがとう。バラ、赤坂初恋の初恋の話はわかる、あの手紙、イチョウの木の下でのやつ。レンジが壊れたんですね。私はレンジが壊れてたんですよ。そうそうそう、今日さおちゃんカフェのテラス席にいそう。そうなのか、千葉刑事のも好き。千葉刑事はあー劇やってて、なんかさ、帝丹小学校に探しに行ってのやつ。あで、あのミニパトのお姉さんがみたいなやつ。そう、あらそうなの、ありがとう。あれなんだっけ、バラありがとうございます。将棋の名人の中継、え、わかる、
なんかコナンって意外にさ少女漫画要素みたいなのありますよね。少女漫画っていうか恋愛漫画系の要素もたくさんあって、いつの間にかいつの間にか恋愛漫画みたいな要素が増えてって面白いですね。で高木刑事とかアニメから生まれたキャラなのにさ、あんなに、あ、フォローありがとうございます。そう、てん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 、こんばんは。明日は夜公演、明日さあれじゃん、5月最後の公演じゃん。テロップ加工明日は前座です。明日の前座、オッケー、かけた。あ、そうじゃん、花江さん初日ですねこんばんは。もうあと3日で5月終わるとか、ほんと早い、本当に早い。やだ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 、無理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 、聞いてない聞いてない聞いてないそう、登場人物が多いから相関図が、そうだね、無理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 、そう無理。ゴンチャ、そう飲んでないです、私ゴンチャ。ももちゃん誘うもう私が一方的にさ、すぐさ、ももちゃん誘うって勝手に言ってんの、やばいよねももちゃん誘う、来てくれるかな。さおちゃん6月は無理無理だ、そうですよ、さおちゃん、さおちゃん無理無理なので、すぐ無理無理無理、いい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 っていう、大丈夫ですって、6月大丈夫ですって感じ。ももちゃんなら2センチで来てくれそう、どうかな、来てくれる時もある、来てくれる、そうそうそう。こっち行ってみたい、え、わかる、タピオカ、タピオカいいよね、今タピオカの気分かも。なんか最近さあんまさこれ食べたいとかいう気分がなくて、まお腹は空いてるから何かしらは食べるんですけど、確かに今タピオカの気分かもしれない。でもさあーどうしよう、ポリポリ、ゴンチアプリで事前予約、え、そんなのあるの、ゴンチアプリなんてあんの、すごい、何それ、最近最新式じゃん、ゴンチネット予約、モバイルオーダーってこと？マックみたい、すごい。あ、でもスタバとかもできるから、そっか。LINE ペイ？何で払えるの？何で払えるんですか？モバイルオーダー、現地支払いじゃないもんね。なんだ？何で払うんだろう？ペイペイ？タピオカブームの時の元社長、時代劇だけ見て、ああ私ブームの時ほんとタピオカめっちゃ飲んでた、小学生の時が一番ピークだった気がする、中1までとかかな。でもその流行りが終わっても私は友達と今日タピオカの気分だよねとか言ってタピオカ飲んだりしてたけど、そう、クレカとかペイペイ、ああクレカか、ペイペイ、ペイペイならまあ、私ペイペイの残高がさよく何十円とかでさでも今はあるはず、待ってアプリ落ちた、あー大丈夫だった、そう、ありがとう、ハートもキスもありがとうございます、あったあると使っちゃう、タピオカってドリンク枠、スイーツ枠、私的にはスイーツ枠、あーでもクレープ食べたいときに、あーでもクレープを食べるときはタピオカは頼まないから、そのスイーツ1個としてカウントしてる、そう、
そうだね、新潟駅の新しい飲食ゾーン。じゃあ今の気分だと何食べてみて、今の気分。私今日さ、そう思い出した、なんか桜坂さんのライブの映像の裏側みたいな動画が流れてきて、そこでね皆さんがねクレープを食べてらっしゃって、えクレープ食べたいってなった。だからクレープの気分だった。お昼、お昼過ぎ、夕方クレープの気分だったけど、すっかりうっかり忘れてました。こんばんは。そう、でも夜だから夜ご飯の気分はない、特に。ご飯は炊く、ご飯炊いて、今なんか野菜食べたい気分かも。今野菜を体が欲してる、多分足りてないんだと思う野菜が。買いに行こうかな。クレープはたまに無性に食べたくなる、わかる。なんかあのもちもち感、私はパリパリよりもちもち派なんですよ。クレープ薄いやつじゃなくてパリパリしてるのも好きなんですけど、これさ、こう三角形のクレープもあるじゃないですか、折りたたんでくれるやつじゃなくて、こうやって丸くなってるなんか円錐みたいな形のクレープの方が好きで、そうコンビニでも、そうコンビニの野菜めっちゃ好き、コーンサラダが一番好きです、コンビニに売ってるやつ。そう、タピオカは野菜、タピオカってさ、なんだっけ、何芋だっけ、芋なんでしょう。私それめっちゃ記憶にあるのが、急にめっちゃ喋り始める。タピオカでめっちゃ記憶にあるのが芋なんだっけ、あ、キャッサバ、キャッサバ、そうキャッサバからできてるじゃないですか。で私が英検受けた時にキャッサバの問題が出て、たまたまキャッサバの問題で、キャッサバ英語全然読めないんですけど、キャッサバの基礎知識があったから、キャッサバはちょっと毒があってみたいな思ったから、あのキャッサバっていう単語とポイズンっていう単語だけで乗り切りました、その問題を。キャッサバポイズン、あ、これは毒があるよっていうことなんだろうな、じゃあ1番とか。だからね、あのあの感謝してるの、とっても。それで英検乗り切れたから、キャッサバありがとうと思って。でもそれの読みがさ、キャッサバって単語の読みが間違ってたらもう終わりだったから、これ絶対キャッサバでやったーと思って。そう、長文読解はさ、英語がたとえ分からなくても単語が分かれば乗り切れるっていう、そのめっちゃありがたかった。その時めっちゃ運が良くて、全然勉強して受けなかったから落ちるかなって思って、まあ、落ちるだろうなと思って受験料ごめんなさいとか思ってたら、たまたまキャッサバ でそれが大問いくつかのやつで、次のやつもなんかたまたま単語が、知ってる単語が3つぐらい散らばってて、やったーと思って受けた、受かった、筆記2時で落ちた。でも2時はね1年間受けられるから2時から受けてっていう思い出です。とっても懐かしい。そう、12級か2級どっちだったかな。でもキャッサバで喜んだってことは結構前なんだよね。そうそうなんです。連想力がすごいです。今いきなりキャッサバの話し始める。めっちゃ私キャッサバって言いたい人みたいだよね、さっきコメントであったけど、思った。自分でも今何回言ったんだろうって。めっちゃ、はあ、一旦話したみたいな。一旦話しましたね。They are English よりは、あ、ねえ、もう懐かしい、あのイッテ Q のさ、初めてのお使いさん、あれ一番初めのやつがニューヨークだったじゃないですか。すごい好きで何回も見てた、録画してたから。なんか自由の女神に確か行かなくちゃいけなくて、その1回目、第1回出川イングリッシュ初めてのお使いが、それでなんかずっと自由の女神のことをホワイトドール、ホワイトドールって言ってたんですよ、出川さんが。だけどお土産屋さんみたいなやつをパッて見たら、自由の女神って白じゃなくて
緑だからホワイトじゃないグリーンだっていうところがあるんですけど、そこがめっちゃ好きで覚えてる。ホワイトじゃないグリーンだ、それがおもろかったな。あとミッキーマウスはマウス、ドナルドダックはワッツっていうやつめっちゃ見てるよね。それすごい面白かったから覚えてます。だんだんさやっぱ慣れるとさ人って話せるようになってきちゃうからさ、初回が一番話せてなかった気がする。面白かった。いちごバナナアーフォー、なんで急に甘い香りがする、手にオレンジちょっと気づくかな、私何入れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえしアボカドだし、こんばんは前座でやりたい私ずっと言ってるんだよね、前座でアボカドじゃねえしやりたいなって勝手に言ってるの。何やりたいかな、もし いつか何やりたいかっていうアンケートが来たら、アボカドじゃねえしがいいですって言うアボカドじゃねえしがやりたいですって。相方はどなたと、え、誰とやろうかな、ももちゃんとやろうかな、やってくれるかな、ももちゃんはももちゃんでやりたい曲がありそう、やってくれるかな、頑張ってください頑張ってください。あと天使の尻尾やりたくて、恋はいたずらな天使の尻尾、ふわふわの誤解の憧れの遠くから眩しすぎる。衣装も着てやってほしい絶対に。え、衣装かわいいよね、着たい。アボカド、そう、サホちゃんもでかかする目指してない、サホちゃん、モモちゃんでサホちゃんにやつね、ない、いや、わからない、私が、でも私の方がだるがらみしてるねだるがらみしてる自覚はある、すぐだるがらみしてるなって分かってます分かった上でやってます。いや、なんかね、そうだね、野菜シスターズの回答、あーかわいい、何の野菜がいい、私やってくれると思う、やってくれる、優しいから、ね、たかし、何の、さおちゃんにも尻尾がそう、だらがみすぎときの喋り方が好きどんな喋り方してる私、そう、私ね、絡み方がね、正解が分かんないからね、なんか変、挙動不審になっちゃうんだよね。待って、野菜シスターズ、私何の野菜がいいと思う、やっぱりトマトかな、確かにトマトかわいいよね。野菜シスターズ野菜一覧で調べよう、待って、同じこと調べてる人いて面白い、画像付きでないのかな、やっぱトマト、ナス、ほうれん草、待って待って見る、トマトかわいい、でもどの衣装が一番かわいいかな、え、モロヘイヤかわいい、え、モロヘイヤ調べてみてください、めっちゃかわいい、小松菜もかわいい、え、クレソンかわいい、やばい、これはやばい、かわいいな、うん、え、プチベールってやつめっちゃ可愛いです、え、え、思った、え、今同じこと言ってる人いる、プチベールよくない、え、そう、プチベール可愛い、え、プチベールがいいえ、可愛いよ、野菜シスターズ可愛い、ごぼう、ごぼうどれだ、やだごぼうはやだごぼうはやだな、いや、やらせてもらえるだけありがたいんですけど、もしやらせていただけるってなって選べますって言われたら、私はプチベール、プチベール第一志望にして、第二志望はモロヘアです、第三希望が小松菜、小松菜の髪飾りも可愛い、ヘアアクセ、でもトマトもやっぱ可愛いな、トマトも可愛いですね、ちょうど下がそう、そうじゃん、
怖い。ビートどこにある？ビートちょっと嫌かな。先月だったか、そうですよね、見ました。新井沙耶さんがトマトだったっけ、なんか見た、それを見た記憶があるよ。刃物が好きなの。そう、 AKB さん名前写真プチドゥンドゥ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 ドゥン。何月のだろう、これかな、優しいシスターズ違うか。さえちゃんと、そうですね、さえさんの見ました。かわいい、これパプリカ、かわいい、かわいい。これもめっちゃかわいい。これ何の野菜だろう。かわいい。セロリも似合いそう。セロリもかわいいね。あ、これ絶対モロヘイヤだ。かわいい。いやでもなんか皆さんお顔がかわいいから何着てもかわいいですね。急に。いやこれはもう何着てもかわいいですね。いや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 。そう、お顔がかわいかったら何をね着たとしてももういいんですよ。かわいい。そう。16種類あるの。おお、そうなんだ。こんばんは。いきなりスンってなる。よくない癖。生写真見よう。かわいい。サホリンはね、何着てもってわけにはいかないので。刃物野菜でお願いします。刃物野菜かトマト。トマト赤、サホリン。改めて見ると衣装ってすごい。あのさ、おしゃれさんの衣装めっちゃさ、全部好きで、衣装図鑑みたいなありますよね。刃物、そう、しのぶさん、あの指原莉乃さんの動画でさ、衣装倉庫に行ってみたみたいな動画があるんですけど、 YouTube に。それめっちゃ見てた。衣装店とか行くと細すぎてこんなの入るわけない時代。わかる。衣装ってさ、置かれててさ、かわいい、でもこれウエストとかなる。ウエスト誰が入るんですかみたいな。私めっちゃサマーチョコレート、いきなりのいみさんの話するんですけど、サマーチョコレートの衣装かわいいなってずっと思ってた。かわいいよね、これ。これもさ、おしゃれさんだよね。めっちゃゴテゴテブリブリアイドルみたいな衣装めっちゃ可愛い。そう、 NGT が出てるね。すごい、755でコメント来て、すごい、755っていうのがもう懐かしいですね。あんまやってる方今いらっしゃらない。でも藤崎さんは755やってるよね。私も見てた755。この前のカイココアさんの卒コンで AKB の赤チェックのおしゃれ衣装を借りて、すごい、そうなんですね。こんばんは。おしゃれの衣装、それな。気持ちに、すごいすごいすごい、そうそう、使いづらい。そうそう、755私も入れてるから、入れてるから、見てるから。そう、見てたから、見てた。たまに開きますよ、でもみみさんの755。でも iPad に入れてるからお家でしか見れなくて、スマホの容量がないから。そう、そうですよ、755まだありますよ皆さん。
そうそう、配信何時から。私は全部チャットに、チャットにさ、配信何時から、もうチャットができてからチャットありがとうってなる。なんか朝だと分かんない、メール朝だと何時って分かんないし、メールタイムラグがすごいあるから、あのチャットで配信何時からしますとか、遅れるねごめんなさいとか遅れるのが嬉しい。今日とかも遅れてよかった。そうですね、チャット、あとなんかメールの返信で書いてくれてたんですけど、チャットは画質がいいからみたいな言ってくださってて、そっか画質がいいのか、やったーって思って。そう、ウィーバースがすごい、なんだそれ、オーバースじゃなくてウィーバースすごい。好きな子だよ、可愛かった、うん、私でも私のせい好きな曲、今日これ聞いたねとか送るかな、何聞いたかな、今日はビコーズイコールズ、ビコーズイコールずっと聞いた。ビコーズイコールを愛に、かわいい。ドレス展、あ、そう、なんかね AKB さんのドレス衣装、ドレス図鑑、衣装図鑑じゃなくてドレス図鑑をメイクさんが見せてくださったことがあって、すごかった、可愛かった。でもなんか意外だったのが、島崎遥香さんのドレスこれだったんだってその時知った。まあやっぱりチャットの方がいいかも、しかったなかったから。うーん、チャット、そうだね、チャット、私チャット送ってるかも最近めっちゃこんばんは、そうなんだよね、泣かないで。そう、メール、メールもね、この前ごめんなさい夜送りはなくて、こんばんは。ちょっとそうだね、返信、返信、そう4期生メールだからメールだから、そうなの。 NGT もいい、そろそろ衣装図鑑欲しい。確かに NGT の衣装何が着たいかな、調べて出てくるのかな、 NGT 衣装一覧。先輩メンバーさんのアカウントとか見た方が分かりやすいのかな、あんま出てこないから。出てくるか、うーん、一覧はないけど出てくる。チャチェック嬉しかったな本当に好きな感じの衣装、ダリエのロングスカート着てほしい。おお、私あのリバイバルのさ、黄色の、黄色のリバイバルだっけ、ミニスカートみたいななんて言えばいいの、リバイバル、こう、がめっちゃ着たい。あとあの別、あとでの衣装サフチに、お、あとで私何色何色が似合うかな、いやでも全部可愛いからな。でも最近衣装、夢しなきれい、あ、そう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 、チャカワの衣装着てほしい。お、着てみたいですね。こんばんは、乃木帯見てましたそうだよね、乃木帯だよね、今日、今日ってか帯だから毎日か初見です、ありがとう、ありがとう、キス、ありがとうございます。仕事終わってさらちゃん始めます、今日ずっとやってるなんかそう、トリコロール衣装似合いそう。お、本当に、なんだそれ、どれだ、どれがどれ、衣装名がにゃふふふふふふ
キョンの出身なのね。そうです、初見の方ありがとうございます。そうなんですねそうなんですよ。あとなんだろうな、期待、何が期待かな。急にめっちゃ衣装たくさんある、本当に可愛い。私ギンガムチェックの衣装めっちゃ好きなんですよね。あの19期生さんがお披露目で着てたやつ可愛い。 GT で時衣装がやっぱり好き。あ、そうだよね、時衣装なんだろうな。え、私春どこ着たい、着てみたいって思った。制服っぽくて可愛い。表題だとねかな、一番青春時計も着てみたいですね。うんうん、スカヒトの衣装似合いそう。お、本当にそれ誰かも言ってくれたことある気がする。スカヒト、そう、何年か前に見た気分にしよう。いいね、私も見たい。そうですね、衣装やっぱ色が出るよね、グループカラー衣装にいいよね。それがすごいいい。最近私フルーツジッパーさんが初期の頃一番最初に着てたなんかルーズソックスになんか白い、なんて言えばいいの、衣装、ミニスカでちょっとキラキラしてるさ衣装がめっちゃ好きで、ルーズソックス可愛いと思って、それがめっちゃ好き。あとなんだろうな、多分おしゃれカンパニーさんのかな、いやそれの一個前かも。なんかね、とにかくめっちゃ可愛くてそれが好きでした。そう、こんばんは。なんだっけな、フルーツジッパーさんのギャルへの憧れじゃないよ。ルーズソックスイコールギャルなのかな。え、そうなのかな。衣装として可愛くない、スカヒラの時のルーズソックスもめっちゃ可愛い。がっつりルーズじゃなくてちょっと足首ぐらいまでのルーズがめっちゃ可愛い。そうそうそう、あいな言うもん。おー、いや、そうだね、ありがとう、似合いそう、嬉しい。とね、フルーツジッパーさん衣装一番最初の時のやつ、あの面カラじゃなくて、あー、これ襟が面カラになってるやつ、なんかめっちゃ可愛いんですよね。これなんて言えばいいんだろう、これ何柄なんだろう、花柄、メンバーカラー、襟がメンバーカラー、なんてちょっとセーラーっぽい、うーん、一番最初の衣装かな、私の一番可愛いところの時の衣装かな。ルーズっていうか、なんかね、うん、全部可愛いのでとにかくぜひよいしょ、よいしょ、起き上がり方希少そう、こんばんはに、こんばんはルッパーさん衣装なんかさ、最近さメンバーカラーのグループさんの衣装が多い気が、いやわかんない、私が最近よく見てるからなのかもなんだけど気がしてて、でどこの衣装かな、アイライフさんの衣装とかも好き。メンカラの衣装かわいい。どれが一番好きかな、あ、メイドのやつ可愛かった。これはメンカラではないけどチーム B の衣装も可愛いな。あ、チームエイトさんの衣装どれだろう、チームエイトさん衣装、あれ、いつものあの青いさ、よく私のイメージのさ衣装ってさ
これがめっちゃイメージなんだけど、これのイメージ、そうそうそう、去年のサマコンのメンバーから、え、思います、あれめっちゃいいよね、そうそうそう、急に画角から消えるっていう、そう、一瞬飲み物を継ぎ足しに取りに行ってもよろしいですか、まだ配信するからちょっと一瞬、戻ってきました、よし、飲みすぎ、今日自販機まで遠すぎ戻ってきました。ちなみに何を、お水です。私が今日いただくのは、キュニューバイツ私が本日いただくのはお水です。ありがとう、ごめんなさい、なんかコメント来てたかな、あ、レインボースターありがとうございます来てた、ハートもありがとう、キスもありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうです天然水じゃないよ、なんかね、お水をね浄化してくれるやつ使ってる。一人暮らしだとお水ネットで買うしかないじゃん、運べないから、だからね、なんかフィルターを1ヶ月に1回交換して、なんかそれで入れたらお水になるってやつを使ってるんだけど、そうなんだ、そう、浄水器、なんか浄水ポットみたいなやつ、なんかね、水蛇口に取り付けるやつじゃなくて、そう、それを使ってるの。水道水でいいじゃん、え、絶対やだ、飲めなくはないと思いますよ、でも水道水をあんまり飲んでこなかったから、これまで抵抗がどうしてもあって、なんでだろうね、きっと飲めるのは分かってるんだけど、日本だから、なんかね飲めないんだよね、飲めないっていうか飲もうって思わない、東京よりは新潟の方が美味しい、あ、場所によってあるよって言いますよね、なんか長野美味しいよとか、どこ美味しい、やっぱ山の近くは美味しいのかな、でも新潟もさ絶対、でもここ、うーん、どうなんだろうね、場所による、本当に場所によると思うけど、新潟の方が美味しいよね多分。じゃあ水道から地下水が出ます、すごい、何それ、ウォーターサーバーしか、ウォーターサーバーもさ、お水取り替えるの大変じゃないですか、でもウォーターサーバーあったら便利だよね、お湯出るし、新潟の水道水飲めるおいしい水になってる、そうなんだ、なんかその文化がないから水道水飲めない、修学旅行で東京行くときに東京の水道水は飲まない
そうなんだ。そうだね。私はそのマンションにしか住んだことがないんですけれども、なんかマンションの人も飲んでないと思う、全員。なんか登ってくるまでの過程でさ、 お水が、たとえお水が綺麗だとしても、あ、でも別に管が綺麗じゃなかったらさ、上の方に住んでたここから下から上までさ行くのにさ そう、お家がマンションだったから。そうなんだよね。だから新潟の方が美味しいかもだけど、新潟のお家のマンションなんていうの、新潟のお家も一軒家、一人暮らしで一軒家なんてありえないじゃん。それでさ、管 管がさ綺麗か分かんないからって思っちゃうの。そう、みゆみゆさん太田サバだったんです。すごい、夢ある ご飯炊くとき同じ米でも水で決まる。ああ、そうなんだ。そう、このくらいから、このくらい水の底から手が見ると貯水槽。何それ、怖い、絶対見ないようにしよう そう、そうなんですよ。皆さんもぜひ、まあでも美味しいなら全然いいけど、どうなんだろうね、どれぐらいの人が。なんか昔私実家はさ、お水買ってて、でもそれは車があったからできた話でさ あ、でもネットで頼んでたな。うちにもネットで頼んでくれればいいのに でもまあ慣れたから全然いいんですけど、フィルター変えるの。何質問出てくる。キムさん、今日はメガネ、そう、こんばんは。その気持ちなんとなくわかる。そうそう、重い、重いんだよね。そう、あとさ、捨てるのも大変だしさ、ペットボトル捨てる日とか、ゴミの日決まってるのが、何気に私は一人暮らしで一番大変なのは、家事とかよりも ゴミの日が決まってるのがとっても大変で、忘れちゃうの。明日はこれの日だから捨てる、これ捨てるって思ってても、うっかり忘れちゃって、あー来週ってなる。また来週。缶とかだと2週間とか空くから、あーってなる そう、いつでも捨てられるじゃないの、大変だなって思った。こんばんは、こんばんはだよ。カートリッジ交換は年会だね。カートリッジって何？カートリッジってなんだろう。メガネ姿もこれ、ありがとう。災害用の備品として2リットルペットボトル入り。おお、すごい。確かに災害の時に、確かに絶対このお家災害グッズないからさ 大変だ。専用のゴミ袋。そうだな、それも大変だなって思いました。本当ありがとう。なんだ、災害用なんか買っといた方がいいのかな、乾パン でも今いろいろあるって聞きますよね。王様のブランチとかさ見ててさ 情報源王様のブランチなんだけど 美味しい災害用被害食みたいな、非常用食みたいな。とりあえずヘルメットか。そっか、何もないもんこのお家。そうそう、こんばんは。分別も大変そう。特定5品目は月1回し、そう、わかる、忘れちゃうんだよね。ペットボトルとかはさ、スーパーとかにさリサイクルみたいなのがあるからさ、いつでも言うて捨てられるじゃないですか。捨てられるっていうか入れられる。あと紙パック、牛乳パックもリサイクルあるし、トレーもリサイクルある。でも缶はリサイクルがないから 枕元に靴も大事。そうなんだ。作業用パック、あ、そっか、それを買えばいいのか。そうですよね。そうちゃん、ヘルメットかぶってた ヘルメット今折りたたみのやつあるもんね。
学校の先生とかが使ってるやつ。ビスケットとかは割と保存が効くからね。確かにこのうち保存食。カップラーメンとかお湯がないとだもんね。お水だと1時間だっけ。アルファ米、あ、アルファ米、なんかわかめご飯みたいな普段キャップとかかぶる。キャップかぶります。キャップあるよ、お家。私サンダルは被害時に怪我しやすいからさ。折りたたみのへそ、折りたたみのやつあるんですよ。なんかね、変形するやつあるの。ありがとう、キスマーク。ハートもありがとうございます。そういえばこの背景にも慣れたな慣れが早い。パンの缶詰なんてあるの、すごいいね。こんばんは急に喋らなくなる。よいよいよいよ、ありがとう、お手紙。はい、後ろ張り紙なしもすっかり慣れた。張らなくなったね。そう、何人目指してますのフォロワーさんの数が変わったから書き直そうと思って剥がして放置ですね。今昔貼ってたやつならあるよ。今ノールックで貼る。さすがに無理画面がうるさい、画面がうるさい気がする。よいしょ。グッバイです。一旦グッバイです。バイ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 、張り紙ちゃん、ありがとう、長い間。長い間はいてくれてありがとう。よし久しぶりに見たでしょ張り紙、そう、先代のです。視聴者プレゼント、これがいいなら視聴者プレゼントしましょうかいいのではあればぜひ。白い壁がザホちゃんの耳に聞いてますね本当に三髄でなくて糸編が、そう、糸編なんだ。レの部屋に貼ります。じゃあ貼って配信してください欲しい。カラーコピーしてみんなに。じゃあこれのカラーコピーをなんかの時に、私が将来生誕祭をしますってなって、何年後かにねなったらこれをこれをみんなに配る。これを縮小コピーしてこれを何分の1かの縮小コピーにして、これくらいの名刺サイズにしてみんなにあげる。今思いついた、適当に言ってる今の今思いついたから適当に言った。そう、ステッカーにしよう。じゃあステッカーって作るの大変そう。これ生誕グッズにしようかなダサいダサい、やめよう考えただけでダサかった。水かな、あらめ、確かに生誕で自己紹介の時に掲げるんじゃないの、ウケる生誕帝の時代。そうそう、土編、小里編、小里編じゃないんですよね。そう、プレゼントステッカー、すごいステッカー、自分で言ったのに。そう、自分で言ったのに、なんかよく見たらダサい嬉しい、そう、ダサかった、びっくりした今。生誕T はせっかくだから可愛くしたい。アイドルグッズだって唯一自分で買う、ずっと貼って。違う、これはね自己紹介だからいいんだけど、 T シャツってなったら話が変わるじゃん
私めっちゃスイスイさんの生誕ティーのデザインが好きで、かわいいよね、かわいい、なんか絵心が、ナギとかも本当にそうなんだけど尊敬します。なんかさ、やっぱりさ、絵が描けるっていいよね。皆さんの生誕グッズ見よう。急に奈良さんのも可愛い。可愛いよ。着てる人は何もないです。あれを着てる方が可愛い。確かにそう。ピンクティー着てコンビニ行くの恥ずかしかった。確かにピンク、サホちゃんらしくていいな。可愛い。そうなんだ。メッセージカードいいですね。可愛いな。リリノさんのも可愛い。ほっこり。ゴエさんのも可愛い。可愛い可愛い可愛いがいっぱい。こんばんは。すごい、私がめっちゃ見入っちゃって全然喋ってない。可愛いしか走ってないよね。そう、マッシーさん毎回生誕の時にメッセージカードくれて、おお、かわいい。かわいい、本当にかわいい。こぶたちゃんみたいな、さおちゃんオリジナルキャラクター、オリジナルキャラクターか。何がいいかな。ドルドル見てきたサーフの中どんどん進化。え、期待しないで。私は絵心がないので。まだやってたね仕事。まだやってたね、まだやってたねって。確かにそうだよね。私何時からやってる。6時過ぎだよね。ウケる。ウケないよね。ウケない。牛、牛かわいい。牛かわいいかな。絵描こう。紙がないわ。うん、レシートとかしかないんじゃない。お、このお家に紙、あっちに行けばあるけど。6時9分だね。2時間くらいやってる、もしかして。いや、今日は今になってやっと喋り始めてるからね。喋ってた時間でさ言ったらまだ1時間くらいなんじゃない。笑えないよね。それもペンがない。ペン、メイク用品しかない。サホちゃん黒板にキャラクター描くタイプ。黒板にキャラクター描くタイプ。描けないタイプ。お絵描き苦手。そう、お絵描きが苦手なんですよね。雨とか強くて盛り上げから帰れない。頑張って。帰れないよね、台風だもんね。え、結構喋ってるよ今日。昨日が喋りすぎだったんだろうな、きっと。ちょっとペンがないからさ、この配信の周りにはさ、今飲み物とメイク用品が置いてあってさ、あとヘアアイロンとか。寒い中帰ってきました、お疲れ様です。そう、そうそうそう。フォローありがとうございます。そう、1600人目指してて、一応一応目指しておりまして、私は。そうそうそう、一応ね、ウェルカムコメントの方にね書かせていただいてるんですけれども、よかったら。サウチエンジンかかってきた。やっとね、やっと喋り始める。こんばんは。めっちゃ髪触っちゃうよね。2時間かんと、めっちゃ時間かかるじゃんって感じだよね。やばいやばいやばい。よくみんな2時間も見てくれてるよね。2時間あったらサスペンス1本見られるのに、
もう犯人もわかるのに犯人わかるのに、もう人がいなくなってなんか吸ったもんだって事件解決までいけるのに。配信スタートで車で帰宅し始め、現在夕食終了となりましたみんなめっちゃ有意義な時間過ごしてる。私ちょっと椅子に座ってねーとか言ってご飯も食べてないまあいっか。今までが女装だったのかな。そうです、サスペンス。そう、キスありがとうございます。ここだけのご飯話、途中でご飯食べる。そうだよね、みんなもう夜ご飯食べ終わるよね。サッカーも一試合見える。そうだよね、何その例え。そう、2時間あれば何ができるか問題。サホちゃんからだったらそうダメだ、スロースターターすぎますね。崖の上で最後の展開がサスペンス。確かにサホちゃん元気ありがとうとか言って、2時間あれば苦手きれそうじゃん。新幹線余裕ですよ、2時間あったら全然新潟行ける。新潟行ける、新潟行ける、うん新潟行ける。通知来てだいぶ経ってたから諦めて入室したらやってたいやーやってますね。何を話しているのだという。沖縄プラでシャーロックの話、いいな。アマゾンプライム実家ではあったけど、私今 iPad に入ってなくて。サホちゃん東京帰れるし帰れるね、この配信時間で。長時間助かる、本当にラジオ感覚で聞いてください。もうなんか部屋の BGM みたいな私もさ、ずっとお家に一人でいるとさ、一人何してるんだろうってなっちゃうから配信してるのお風呂入り終わりましたいいと思います。私も今日お風呂に入って明日の前座に備えたい気持ち。そうちゃんの雑談好きで本当にありがとう。新幹線早い、そうです、新幹線意外とあっという間だよね。でも寝ちゃったりするからさ、なんか慌てる、起きて越後湯沢あ、まだ越後湯沢か長岡、長岡だ。でも何回も寝るから、何回も寝て、まだ越後湯沢と思ってまた寝て、長岡で、あ、まだ長岡、燕三条、やばい、急にやばい、そこら辺から焦り始めて、やばいって片付けて、もう外出られますってなったら、またこうやってちょっとうっとうっとして、次は終点新潟ですって言って起きて、みんなが降り始めて最後に降りる新幹線あるある。寝ちゃって新幹線新潟届くない、さすがにない。完璧な時間配分だから、めっちゃそこで越後湯沢、長岡、燕三条全部起きるから、もう3度寝4度寝してるっていう。そう、終電だから寝越してる。確かに、でも駅員さんただでさえ大変なのにさ、寝てたら迷惑すぎて申し訳ないよね。でも電車でってさ、程よい揺れだからめっちゃ寝過ごしちゃう。私よく寝過ごしてた学生時代、なんか乗ってて乗り換えしなくちゃいけないのに乗り換え忘れちゃう、その忘れちゃってめっちゃ遠くまで来ちゃってて、起きた時の絶望感、わーってなる。一番人生でやばかったのが、その寝過ごしちゃ、降りなきゃいけない駅で寝過ごしちゃって、めっちゃ行っちゃったんですよ、本当にありえないぐらいね。でまた戻ろうと思って、ここで起きればいいのに、またこっちまで行っちゃって、ただ往復したい人になっちゃって、でまたここまで起きてるぞって思ってやっと起きれたっていう、その2回寝過ごしたことがあって。終点だから、確かに終点いいよね。しかも新潟始発だからさ、絶対自由席で座れるじゃないですか、めっちゃそれがいい。皆さんとかしょっちゅう来せて忙しいんだね、ありがとう。お手紙何してんの、本当にさ、東京で山手線とか寝過ごしたりしなかった。山手線は座れないから寝過ごさないです立ってるから、座れちゃうと寝過ごしちゃうから。しかも一駅の間隔が2分とかだから寝過ごさなかったかな。でも友達との集合時間が間違えてて、早くお家出ちゃったことがあって、だから外冬で外寒いから
と思って、山手線一周しようかなって考えたことはあります。しなかったけど、さすがにさすがにしなかったけどね、それは考えたことある。始発から終電だから苦手、確かに。で過ごして4往復したことある。疲れてるんだよ、ゆっくり。新潟東京での自由席買ったことない。そっか、して、何時にさ乗るとか決められないから自由で買う。新潟は毎日とかないよ。そっか、そっか。立ちながらね、立って寝るは本当に疲れてるんですよ。こんばんは、フォローありがとうございます。1時間くらい、確かに。ありがとう、チューありがとうございますたくさんありがとう。そう、私が今日ちょうどジャムズコレクションさんの動画を見てたら、その動画はライブ中に何回投げキスできるかみたいな動画でめっちゃ可愛かった。思い出した今それを見たこと。沖縄編、沖縄、何そのご褒美それは。そう、フォロワーさんが少しずつまた増えてきたよ。ありがとう、教えてくれて。ありがとう、フォローしてくださった方。手でかっ。なんかさ、こういうポーズプリクラでするときに手がキモすぎていや、なんかこのグーの形は普通なんですよ、わかる？グー普通なのに、こういうさ、よくみんなこうやってやるじゃないですか、こういうポーズしたときに私の手が、わー何これって何この形、わーってなる自分で。なんかね、細長すぎて可愛くない。せっかく可愛いポーズなのにこれって。だからグーの方が可愛い。パー可愛くないでかすぎでしょやばいよね、普通に考えてさ。これ私の中でもうやめ、そうムンク、最後そうムンクの叫びみたいになっちゃうの、はぁーっていう、この手が反る感じも、はぁーってなるから。明日の前座でぜひ投げキッスを。怒られるでしょ、いきなり投げキッスし始めたら。明日いきなりさ、こんなこと一人でやり始めたら。何かがいるとかだったらいいけどね。チョキは普通で、私チョキの癖でここを出してしまう癖がある。やめようって思ってる、でもできないみんな褒めてくれるね、ありがとうね。すごい反るね。そうなんだよ、反ってるのが悪いんだろうね。どうすればいいんだ、体のさ、自分の体なのに自由自在に動かせなさすぎてて笑っちゃう。ハートありがとうございます。明日受付、明日と受付では、なんだ明日受付 DMM の確かに DMM全然反らない。そうなんだ、全部反る。でもなんかさ、私のさ幼なじみで親指がここまでつく子がいたんですよ。こうやってやってここまでつく、急に私はそれができないからすごってなってた。本当に手が柔らかかった。ピアノやってたからかな、その子が。こんばんは。そう、私は全然硬くて全然動かない。お風呂入ってきます。そうだよね、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。水没させないようにね、スマホ持ってかないタイプかもしれないか私は水没を恐れてスマホを持ち込めなくなりました。やっぱ歌子忘れて、ああそうなの、忘れちゃダメだね。指きれいですね、ありがとう。親指つかないけど第一関節90度ぐらい曲がる待って、こういうこと、中指だけできる。腕まっすぐすると、あ、なんだっけ、何腕って言うんだっけ、私反らないんですよね。何腕だっけ、長濱ねるさんの特技ですよね、それ。トイレに落としたことならやだ、トイレに落としたことあるの、それは一番つらい。猿腕、そう猿腕、猿腕、その長濱ねるさんが猿腕だったからちょっと憧れて、猿腕に、猿腕いいなみたいな、猿腕かわいいみたいな
急に思い始めて、サルーデをねやってみようって思ったんですよ。なんかこうやってできなかった、関節の作り的に私はできなかった。あ、向いてない、私はサルーデじゃないんだって思って諦めた。それでありがとうハート、キスもありがとうございます。こんばんは。サルーデに憧れるって初めて聞いた。なんか可愛いアイドルの人が何かをしてると全部やってみたいとかなる。一応これで虫でお風呂場から守りまくってる。およ、サルフェチ、サルフェチ、サルフェチではない、サルーデフェチ。あ、指ハート、ありがとう。見てなくていいの、いいの、そこが可愛いと思うとか、サホちゃんらしい。そうかもしれない、そうかもしれない。サホちゃんこんばんは、今日もありがとう、褒めてくれて。こんなに薄いメイクでメガネをしているのに褒めてくれるなんて優しい、ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとう。サルで折れそうで心配になる。確かに、なんでそんなに動くんだろうってなるね。あげてこう急に踊り始めるやばい、なんか私無意識で歌っちゃうこともあるんですよ。気にしないでね。メガネジュース好き、メガネジュース好き、ありがとう、ありがとうね、お疲れ様です、ありがとう。褒めることしか面白い女、ありがとうございます。面白い女なのか、ありがとう、嬉しい。掛け軸、ありがとう、ありがとう。エンジンたまってですね、すごい急に喋る。ミュウエさんがそうなんだ、それどこでわかるの思ったことなかった。なんかエンジン組むときに藤崎さんと隣になることが何回かあって、そのために細い細い、私も痩せなきゃってなる毎回。本当に本当に本当に。音符ありがとう、こんばんは。エンジンに集中してそれはそう、集中してますよ、集中してるけど、あ、いい香りがするな、細いって思ってる。スタートがそこ、いい香りがするな、細い。3、2、1ってなる。本人に聞かれたら絶対大丈夫です、絶対大丈夫。しかも伝えたことあります、いい香りします、何回か大丈夫です。サオちゃん、カエリさんより大きい声出して出ないよ。いや出るかな、いや出ないな。サオちゃん女の子で本当にそう、どんな花だった、本当に言ってました、可愛い。そうそう、ありがとう、流れ星香りフェチ。でも私鼻そんな良くないと思います、鼻が本当に良くなくて、いい香りだな、なんて言うんだろう、いい香りだな、私の嗅覚がバカだから、いい香りだなーか、いやなんか変な匂いするの二択、これはなんとかの香りだとか、これはバラとかラベンダーとか金木犀とか、わかんないわかんないとか、あとこれなんとかの香水でしょとかも全然わかんない、全部同じに感じる、あーいい香りってなる申し訳ない、はいありがとう。なんかね、多分ね、そうそう、丸抜の二択、キモクセイなんかめっちゃ借りがせん、そうだよね、勉強する、きっとキモクセイ、これがキモクセイですって言って、毎日これがキモクセイだって書いてたら多分わかるんだけど、なんかキモクセイの香りするねとか言われたら、あ、今香ってるこのいい匂いはキモクセイって言うんだ、で終わり書けばわかると思うけどね。そうかも、ありがとうバラ。あ、でもバラはわかります、バラが、なんかうちにあるハンドソープがバラの香りなんですけど、バラって書いてあって裏に、だからこれがバラなんだろうなって思って毎日手洗ってる帰ってきた時、これがバラのに香りとか思って、
でハンドクリームもバラって書いてあったから、これバラの香りいい香りだなとか、アロマテラピー、あアロマ買った、そうアロマを買ってもらって、アロマをね今お家にあるんだけど、いい香りですよなんだっけ、なんとかオレンジみたいな、うん、だった、いい香り。味覚も心配になる、味覚はあります、めっちゃちゃんと。私セロリが苦手なんですけど、セロリの匂いとかもうね家にあるだけでわかる、わ今セロリがうちにあるそういい香りになる。そうさまちゃんまだ香水は使わない、香水、香水はね使う、使いたいよ、使いたいんだけど、何が正解かがちょっとわかんなくて。えでも香水お家にあった気がする、お母さんがくれた、使ってないけどいや弱視界だったら目の反対、あー確かに柑橘系の匂い好きです、わかる、柑橘系の匂いはわかるよ、あこれは柑橘系の何かだ。苦手な野菜ありますか？セロリ、セロリが苦手です。あ、愛たくさんありがとう、あとクマさんもありがとうございます、ありがとう。セロリはわかる、パクチー食べられる、パクチーとまだ私接触したことがなくて、食べられるか食べられないかわかんないんだよね、お母さんがパクチー苦手だから。このパクチーの話をショールームオーディションでしたのめっちゃ覚えてる急にめっちゃ雨降ってるね。香水は時間経つと香りが、え、そうなの？時間が経つと香り変わるの？そうなんだ。香水系、そうだね。めっちゃ癖があるよ。八角の匂い。八角って何？八角の匂い。あ、わかった。シナモンみたいなやつ。春菊。春菊食べられます。急に。今違うものをお水じゃないの飲んでる、急にミルクティー飲み始めた小松菜は大事、小松菜食べる、野菜食べられないのセロリだけ、セロリ以外のものはいける、多分ね忘れてるだけかも、触れ合ってないから。そうパクチーキスありがとう、シナモン苦手かも、あシナモンね、でも私さサイゼリアのさシナモンプチフォカッチャ大好きでシナモン大好きなんですよね、と食パンにバターとシナモンで食べるのも美味しいみょうが、みょうがも食べれますよ、みょうが好き、チョコミント、いやそう私ミント食べれないんだ、思い出した、ミント食べれないみんなもミント食べれないんだ、ミンティアとか食べれないし、なんかスースーするよね、あと私わさびも食べれない、食べれるちょっとならいけるけど得意ではない、ミートソーススパゲッティ苦手だ、えー、そうなんだ、パクチー食べれない、食べたことないだけで、あ食べれないのか、うん食べれるかもしれない、吹きのとう、なんかおばあちゃんがなんかしてたかも、それそれなんかしてたかもだなネギと玉ねぎは好きですか、普通です、嫌いな食べ物はミントとセロリ、もうセロリだね、一番嫌いな食べ物はセロリ、梅味の、あ梅味のお菓子も食べられない、梅味のじゃがりことかはめっちゃ好き、ポテトチップスとか、でも梅練りとか小梅ちゃんとか梅シート、男梅が食べれない、そうだそうだ、回転寿司わさびすごい使うじゃんそうスースーする、こんばんは、梅干しめっちゃ好き、あ親戚のさ人が梅干し作ったから送るねって言ってくださって言ってくれて言ってくれてめっちゃ嬉しかった、こんばんは、
マッキー大丈夫大丈夫、アメリカではそう、セロリにピーナッツバターでしょ、絶対美味しくないよ。ピーナッツバターは美味しいけど、セロリが台無しにしてくる。あ、でもかき消されるのかな、打ち消し相殺されるのかもしれない。チェルシーの人、え、そう、よくわかったね、チェルシーの人です、おばさん。抹茶アイス、抹茶スイーツは好きですか？好きですよ。でも、うん、普通に好きって感じ。選ばないけど選ばないけど好き。辛い系は苦手、でも食べれないことはない。怖くて試せない。わかる、わかるよ。辛い系、辛ラーメン初めて食べた時辛ってなった。これは無理、これは無理だってなった。抹茶スイーツ食べれなかったけど予約先に食べれる。おお、あ、抹茶とミルクの飴みたいなやつに一時期すっごいハマってて、金のミルクみたいな、金のミルクみたいな飴があって、それの抹茶バージョンみたいな、それに小学生の頃かなハマって食べてた思い出した。こんばんはです、こんばんは、ありがとう、かわいい、ありがとうこんばんは。でもなんか選びましょう、なんかケーキ選びま、選んでくださいとか言われたら絶対いちご系を選んじゃう。ショートケーキとかチョコじゃなくて。一時期チーズケーキハマってる時もあった。笹団子食べた、食べました、美味しいよね。和菓子、和菓子食べたくなる時ある。緑色がダメだったみたいで食わず嫌いだ、食わず嫌いある。大チョコ派だな。おお、そう、いとこがチョコ派なんだよね。だから毎年クリスマスケーキとか一緒に食べるんですけど、私がショートケーキをご了承してるからあ、でもチョコケーキね、めっちゃ好きなのもあったな。チョコケーキの好きなやつもある。サイゼリヤでチョコケーキ頼むわ頼んでた時あったな。いちごショーとかモンブラン、モンブランあんま食べないかも。年上パワー、そうだよ、そうですよ、当たり前じゃないですか。めっちゃ私多分怖いんだろうな。スイーツは洋和は、洋が多いね。でもおばあちゃんがめっちゃ和菓子買ってきてくれてた時あった。私水まんじゅうがめっちゃ好きで、いきなり夏は水まんじゅうが食べたくなって、水まんじゅうの周りの食感がめっちゃ好きなんですよ。だからね、あとどら焼きは皮が好きだしプッシュドノエル、なんだそれ、さあ、取るってかって、なんだそれは。甘いものは何でも大丈夫なんですか？大丈夫です、何でも食べられる。でも粒あんがあんまり好きじゃないかも。こしあんが好き。あんこ自体、あんこ自体普通、そう、ありがとうバラ。ドラえもんのドラ焼きめっちゃ好き、わかる、あんこさんが泣いてる。でも皮がピークじゃない、皮がピーク、ドラ焼きは皮がピーク。でも羊羹は好きだな、美味しい。夏はくず切りが定番です。あ、くず切りと水まんじゅうを同時に買ってきても、私が水まんじゅうしか選ばないから、水まんじゅうばっか水羊羹、いやでも水まんじゅう派なんですよね。どれ焼きのか、そう、同じくこしあん派、そうだよね。お汁粉めっちゃハマってる時あった、あんこ買ってきて一人で作ってたな。あんこにこだわってるメーカーもあると思う。え、ほんとその通りだよね、ほんとその通り、ごめんなさい。コシアン派です、コシアン派が多い気がする。本当にその通りなんだよ、だってあんこだもんね、和菓子基本。お団子もあんことみたらしあったら悩むよね。はい、ありがとう、ありがとうね。あんこはなんだ、星になってる。あんみつ、あんみつ、あんみつあったら食べるけど選ばないかも。団子は粒あん派。あ、私桜餅はね、どっちがどっちか分かんなくなった。道明寺と道明寺と道明寺となんだっけ、どっちがどっちだろう。道明寺じゃない方派、長明、長明って読むのこれ、長明寺、
あ、そう、私は関東風の方ですね。関東だったからか 関東だったからかも。普通に長命寺の方、道明寺はあまりタイプではないです。そう、そう、クレープみたいなののやつ、めっちゃ生地が好き。しょっぱいじゃないですか、葉っぱがちょっと。だからそう、美味しい。羊羹はとらやですか？羊羹とらや、とらやなの？食べたことあるはず。なんかおばあちゃんがもらってたやつで食べた。でも近所に和菓子屋さんがあって、そこにおばあちゃんがよく行ってた。長命寺は墨田区だけか。そうなの、だね、そうなの。クレープみたいな、こんばんは。最初葉っぱ捨てて、なんでなんで、筋のところだけだよ、美味しくないの。長もちって食べたことありますか？何、長もちって。食べたことない。絶対美味しい、これ。これ絶対美味しい。これ絶対美味しいじゃん 関西風もね、なんかあるみたい。三重県のやつ、そうなんだ。あれ美味しい。なんだ、京都のやつ。なんてやっけ やばいやばいやばい。絶対全員言えなきゃいけないやつなのに忘れた。京都。お土産、定番。なんだっけ、八つ橋。そう、ありがとう。八つ橋も好き。シナモンだよね、あれは。ほぼ。日記か。でも、チョコ八つ橋っていうのがあって、それも美味しかった。いろんな味の。美味しいよねー。日記あえて食べれない。そっか。あれは好き嫌い。シナモン食べれない人は食べれないかも。バター餅好きだった。わかる。バター餅お家で作ってたな。待って、イントネーション違う。ニッキニッキニッキ そうそう、シナモン。あ、そうだよね、同じ匂い。生タイプ、硬いタイプがあります。いや、私はなんか柔らかいやつの方が好き。もちもちしてる。バタードラ焼きって美味しい。あ、バター入ってるやつ絶対美味しいじゃん。アンバターサンドみたいなことですもんね、だって 修学旅行の定番。確かに東京バナナめっちゃ好き。急に 東京バナナめっちゃ好きなんですよね。美味しい。ニタリンゴとシナモンの相性が好きです。わあ、おしゃれ。絶対美味しい。アップルパイ美味しいですよね。なんか友達がいきなり学校帰りにカヌレ食べたいって言い出して、で、パン屋さんに行こうってなって、なんかめっちゃ歩いて おしゃれなパン屋さんに行ったんですよ。で、おしゃれなパン屋さん行って、友達結局なんかカヌレ買わなくて、でも私がめっちゃ美味しそうな、その煮たリンゴとシナモンみたいな、なんかラ・フランスを煮ましたパイですみたいなやつがあって、それ買って美味しかったっていう話を思い出した。何のオチもない 急に。京都の油取り紙は買った？買ってない。人形焼き好きです。あ、美味しいよね。東京バナナお土産で毎回買ってきそう。美味しいんだよね。このカヌレって普通に売ってるの、売ってます。カヌレはね、友達がパン屋さんでバイトしてた時におごってくれた パン屋さんのパンって美味しい。わかる。お土産とかおもちゃ。あ、黙と、黙と木刀、木刀よく買ってる人がいた。カヌレ最近コンビニにあります。そうなの。私は買ったことない、自分で。こんばんは。カヌレ食べたことない。そうか、美味しいですよ。普通に美味しい、めっちゃ美味しい。いつもひよこ買ってます、東京土産。なんかこの前さ、とチョコのとひよこみたいなやつ見た。美味しいよね、ひよこも。ローソンのカヌレ美味しかった。絶対美味しい。ローソンスイーツ美味しいイメージ。全然で福岡行った時、あ、通りもん美味しいよね。わかる。通りもん美味しい。カステラみたいなの、ひよこの、なんて言うんだろう、あれ何の生地だろうね、わかんない。あるよね、そう、ひよこ。通りもん好き。お土産だと白い恋人が好きかな。あ、美味しいよね。私一番好きなご当地お土産はくるみっこ。くるみっこが一番好きかも。あ、でも通りもん、
いやでもくるみっこが好きです。くるみっこが一番おいしいって思った気がする。さほちゃんの地元のメーカーを差し入れした。ええー、いいね。そう、くるみっこ、くるみっこだよね。あれどこだっけ、鎌倉新潟駅にカヌレ専門店あるの？そうなの？すごい。こんばんは。なんかくるみが入ってるやつ、くるみとキャラメルみたいな味がするやつ。そう、博多ブラブラもううんまーし、なんだそれは。博多知らない、調べます。赤福？違うか。赤福も好きですよ、美味しい。えー、美味しそう。何これ、食べたことない。そう、萩の月が一番好き。萩の月も美味しいよね。萩の月は私も仙台に行った時買った、絶対に。うん、くるみもんで下牛タン。そっか、そうだね。なんかめっちゃご当地お土産話いいね、面白い、いろんなの知れる。赤福の賞味期限ってめっちゃ短いんだっけ、なんだっけ。なんかさ、新幹線で赤福2個だけ売るみたいなあやつありませんでしたっけ、唐突に。美味しそう。何年も食べてない気がします。 お土産じゃないとさ食べないから。なんか2個だけ新幹線で売ってるみたいな広告を見た気がする。そう、新幹線赤福2個入り。赤福なんかキオスクで売ってるみたいな。キオスクとか言っちゃった。ニューデイズ あれ、ニューデイズとキオスクって違う？一緒だよね。あれ、新潟だと仙台大学河川蒸気好き、なんだそれは。新潟駅に赤福入荷するんだよね。それかな、なんかで見た。美味しそう。何これ、初めて見た。美味しそう。2個入りとか秒で食べちゃう。意外にお腹いっぱいになるお餅だから。新潟のお土産何買ったことある？笹団子を買ってた、お母さんが。赤福の本店食べよう、赤福かき氷を。行ってみたい。どこにあるの？ニューデイズはゴミ そうだよね。鳩サブレがご当地土産かも。鳩サブレどこだ？神奈川？こんばんは。なんやかんやめっちゃ喋っておりますね、私は。サブレは鎌倉、鎌倉か。鎌倉大仏。シューマイ弁当食べたことある？ありますよ。崎陽軒の話してるの？崎陽軒のやつ。シューマイ弁当は食べたことない。嘘ついた。私絶対チャーハン弁当食べちゃうもん。いきなり嘘ついた。私絶対チャーハン弁当買っちゃうから、シューマイ弁当食べたことない。こんばんは いきなり嘘つく ありますよとか言ってないっていう チャーハン弁当食べちゃうんだよね。そう、なんでだろう、私。そう、シューマイも入ってるから。そう、チャーハン弁当じゃないかも、もはや。チャーハンの方、ちっちゃい方。よく気がつきました。そう、牛肉ど真ん中弁当買ってみて。食べたことありますよ、牛肉ど真ん中。美味しいよね、牛肉ど真ん中。なんかさ、味があるよね、牛肉ど真ん中も。私あれ何味食べたんだろう。なんか色ない、なんか何色みたいな味なかったっけ。そう、いきなり
チキン弁当買ってたよ。わかった、チキン弁当わかった。私それなんか熱海行った時のお店でめっちゃ売ってた記憶がある。チキン弁当、駅弁ってさ見てるとテンション上がる。なんか私本当に新幹線に乗るのも好きだし、駅弁も好きだし、なんか駅テンション上がる、旅行行くんだって気分になる急に。だからね、駅弁食べるだけでさテンション上がる。牛タン弁当のひめパッツァ温かくなるやつ好き。そんなのあるの、すごい。すごい、エリア検索とかできるよ。駅弁味の陣、何これ、すごすぎ。駅から差額、全国の駅弁販売駅一覧、すごい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 、非日常感。そうそうそう、まあでも親がいる時しか買えないですけどね。そう、ケチャップライスのやつ、そうそれ、最低でもそう高いから、まあ、私はいつもコンビニとかで済ませてしまうんですけれどもでも崎陽軒のさチャーハン弁当とかなら1000円しないんじゃない、900円くらい。チャーハン、サボちゃんこんばんは、下の公園東京からメイクで、サボちゃんくらい、ありがとうございます。やった、駅弁は欲しいなる。え、そうなの、そう、よいしょ。待って、私さっきからさ牛肉ど真ん中に味が絶対にあったっていう記憶なんだけど、カレー味とかあったよね、急に。なんか味があったはずなんだよ絶対に、パッケージに色が違かったはずだもん。あ、これだこれだ、あ絶対これ、あ絶対これ、味噌、塩、醤油、あこれだ、解決しました、よかった高い資料も少ない、そっか、下東京駅でお弁当何かを、確かに、あ、手紙ありがとう。そんなあるっけ、うちの地元の弁当、え、絶対あるよ。なんかね、なんかテレビでね、なんか駅弁のやつやってる時になんか味があるみたいな見た記憶がある。 AKB の佐保さんもなんとかめっちゃ好きだった、そうなの、よかった、これ好き、そう、よかった。私は普通のを食べました絶対に普通のやつを食べた記憶。わあ、そうこれだ、塩、そうパッケージの色がこれだもん、見た見た、思い出したよ、これだ、味噌、牛肉どもなんか塩、わあそうこれこれこれ、そう、よかった、これですぐ、よかった、これ美味しそう、こんばんは。いや、めっちゃ喋ってるね、2時間近くやってるもん、アハ体験そう、こんばんは。ふう一回喋り終わったらふう、こんばんは、今来てくれた人もありがとうございます。今ホームページ本当に味噌やしや気持ちなの知らなかった、そうなの、なんで見たんだったかな、多分ジョブチューンです何年も前のジョブチューン、違うかな、何かで見た、あ、お手紙ありがとうございます、さおちゃん今年さっきご飯食べたのに卵かか、またご飯食べたけど、私がご飯の話ずっとしてるから、わあたくさんありがとう、だるまありがとうございます、指ハートありがとう、ポケットからキュンです。最初は初見ではこんなに喋ると思わなかったのよく言われる。なんかね、中学の入学式の時めっちゃ初日静かで、2日目からめっちゃ喋ってたら、こんなに喋る子だったんだね、真面目だと思って、そう、初めの中間テストが終わった後も真面目だと思ってたとかよく言われる。はい、ありがとうございます。北海道の白い恋人美味しいよね、北海道、北海道行きたい、
コナンも北海道だったし、函館行きたい。コナンも北海道だったし。バーガーピエロみたいなとこも行きたいし、五稜郭も行きたいし、五稜郭ってより五稜郭タワー行きたいし、函館山のロープウェイも登りたいし。こんばんは。金塊探す。探さないよ。面白い恋人死ぬ。待って、やばい、面白い恋人やばい。ええ、いいね、いいね、面白い。え、いいね、面白い恋人。うん、時計台は札幌遠いじゃん。函館なら行けるけど札幌遠いから。ラッキービアでご飯食べたい。そう、こんばんは。旭山動物園行ったら休園日でない。それは泣く。旭山って遠いよね。北海道って広いよね。急に。面白い恋人って何になってなかった。なんだそれは。なんちゃん俺の面白い。で、ね、待って、やばい、面白い恋人面白い。こんばんは。めっちゃ星になってる。札幌飛行機なら、確かに飛行機か。いいね。もじった商品東京で売ってた。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、知らなかった。北海道は距離感がバグる。確かに新潟も十分大きい。よね。急に黙ってしまってごめんなさい。先週末柏崎やる劇だろ。えすごい、600キロぐらいってこと。そうだ、風の陣。楽しみましたか。今更すぎ、今更すぎるよね。でも風の陣可愛かったですよね。新潟も海岸線が確かに面白い恋人発揮ある。そうなの、そんなそんなそんな、こんばんは。めちゃめちゃ楽しかったです、よかったです。やっぱフェスっていいよね。アイドルフェス大好き私。日焼けしすぎ、あーそっか、日焼け止め飲んで塗って日傘 さして。そうですよね、みんな可愛かったですよ。おーおー、よかったです。風の陣日焼けしたんだ、ボロボロ。私服でもマシーさん髪色ですが分かった。いやーもう可愛くて可愛くて可愛かったですよね。そりゃもう皆さんよかった、よかったですよね。よかったですね、見れてよかったですね。皆さん自然光のもと、かわいい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 メンバーさんを見れて。急に急に言い始める。面白いかいてる。そうなんだ、ありがとう紅茶。やっぱ自然光っていいですよね。なんかさ、その肌白くなるし、ライトよりなんか、半分怒っていませんか。怒ってるわけないじゃないですか。急にそうじゃなくて、ね、よかったですね。私なんて行きたかったの、見たかったのに。うーん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 、だって行ったら怒られるかな。しかも撮影もないしさ、誰か録画してないのって。違反ですよね、それ。スタッフさんが撮った動画見せてもらえば。え、見せてくれる。いや私結構、いや、うん、どうだろう。いやオフショット写真、いや可愛かったです。自然光、太陽の下可愛かったですよ本当に。なんかさ、
髪色明るいとなんかさ、室内の色と外の色ってやっぱ違うからさ、よかったですね皆さん、可愛かったでしょうさぞかしよかったよかったですよ。NCT コネクトっていうアプリで6月15日から配信されるみたいですよ。天才なの？天才なんですか？コメントを写真撮ります。ありがとうありがとう、私が情弱なだけでした、教えてくれてありがとうございます、本当にありがとう。こんばんは、マシさんのあれかっこよかったよ。お、そうなんだ、よかったよかったですありがとうございます。明日めっちゃ近くで見えるじゃん。そうなんです、そうです、そうですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、みんなすごいそうですよね、自然光いいですよね。明日会える、やった、嬉しい嬉しいな明日会えるの嬉しいな。明日って言ってももう12時間後とかには、いや無理だ、12時間もそう、24時間、コールの大きさがすごかった。そうなんだ、やっぱファンの方がコールしてくださるおかげで盛り上がりますよね、フェスってライブって劇場公演って、ありがとうございますの気持ちでいっぱい。やっぱ声が聞こえると、あ、なんだからコロナの時とか声出せなかったからさね、うちやっぱそうですね、本当によろしくお願いします。そう、私もコロナの時のライブ行ってた時とか声出せないのもうそれで辛いし、そうそう、よかったです、とても。そしたらさおちゃんがありがとうありがとうね、ありがとうございますです。コロナ禍の声って私確かにめっちゃ懐かしい、拍手私がめっちゃ覚えてるのは、ライブ行ってテンション上がってみんな声出してて途中でアナウンサー入って怒られるみたいな公演中は、公演中じゃない、ライブ中は声出し NG みたいな、ありがとうございます、リップリップ、キスマキス、ありがとうございます。サバちゃんこれ心の中でありがとう、サバちゃんレビューの太い声です。そう、え、そうかも、釣られちゃうかもしれない。なんかアイドル現場ってさ、やっぱり女の子あんまりいない、私が行ってるライブ会場に、私は女性専用席もアリーナで見たいがために取らなかったりするからだからね、そうかも、釣られるかもしれない。はい、せーの、はーい、は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 い、そうだね、高い声でしないね、そうだね、そんな高い声でさ、なんとかちゃーんとか言うと音入っちゃうんですよ、その中継に。サッカー観戦でも声でしたみたいな上してた、あー確かに声だけど、確かに確かに、そうなると、そう、でも歌う声、そうちゃう、笑う、はい、せーの、はい、せーのは聞くタイプです。はい、せーの、はーい、はい、はいから聞く。イコラブさんやのゆみさんとか女性多いって、確かにイコラブさんは本当に多いイメージある。行ってみたいです、いつか一回、うん、見てみたい、初見です、ありがとう。なんだろうな、日坂の女性は娘の声です。あー、うん、全ズモ出てたね、怒られるよね。あちゃんの世代ってかなりお強い女性は、おお、私一回だけ
あ、これ私の声だなって後から見た時に思ったことがある。ライブ映像、友達と2人で叫んでてガチ勘弁してほしいって思った。あの時の自分本当に恥ずかしいからやめてって思いました。風に飛ばされ雨の映画がなんとか帰ってきました。おかえり、疲れ様すぎる。なんて言ったん、なんとかちゃんって言いました。そう、懐かしい。それいつのか教えて、教えないです絶対に。何の何かは絶対に教えないですが。そうそうそう、あったねって思う。コールで思い出しました、それを。あ、そうそうだ、最近アンコールの講習室が女性って多い気がする。あ、そうだね、誠司さんのさ生誕祭の時もさ、生誕委員長の方が女の子だったから、女の子の方が今日はなんとかちゃんの誕生日ですみたいな、かわいい。さおちゃんが配信続けてくれたから助かりました。いや、ずっとやってるなって思ってますよね、これは絶対皆さん。さほちゃん、さほちゃんいつまでやるんだ、はてな。もうそろそろ喋ることがないのに配信してるのではないかと思っているかもしれませんが、私は切りません。ここまで来たら22時前までやってほしい。何時間それは。こんばんは、ちょうど今2時間半でイベントかなっていう、イベントなのかな。ここまで来たら9時45分まで行きましょう。行くか、あと1時間、22時までやるんでしょ。ちょ、チャット送りたい、それは。チャット送るから、今日チャットさんあんまり遅れてないよね、ごめんね、送りたいって思ってる。あ、でも送ってる。123、ほら、あ、そう、20、確かに。じゃあ、何時にしようかな。いや、でも決めないで、その場の。うんうん、返信メールよく書きました。チャット送る配信今送ってないですよ。配信中に今チャット送ったよ。やばい、今チャット送ったって、今チャット送ってるよとか、メールとかチャットしながらでも、もうやばいよ。そしたら今メール書いてますって。また困ってます、さほちゃんまだ頑張って。待って、私どんだけ、やっぱりチャット登録してくるわ、ありがとう。セブンに BLT 受け取りに行きたいんだけど、セブンイレブンは24時間営業だからさ。いきなり24時間営業だからいつでも受け取れるよ。あと、ありがとう。そう、ちょっとに返信してきます。ああ、ありがとうね。割とみんなやってる、そうなの。そしたら私のチャットを取ってない方が何を送ったんだろうってなっちゃうから。よく先輩は配信でメール打ってる。え、本当に？メール？メールは、今日のメールはまだかけてないですね。そう、ハートありがとう。はーい、はいはいはい。てん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 。はじめまして、ありがとう、はじめまして。びっくりした、今盛り上がり指数が見たこあまり見ない数字になっててびっくりしました。そっか、長時間やってるからかと思って。モバメン配信はつむじ配信、つむじ配信って何、あ、こういうこと。私つむじないあるか、どこだろう、ここかな。
そう、私のねいとこがねちっちゃい時つむじ2個あってね、いや今もあるかもなんだけど、可愛かった、くるってなってたいきなりつむじの話し始める、ありがとうね、そう文章読みながらそれはそれで撮ってくれてる方に申し訳ない。2歳の甥っ子がつむじ2つあってピョンってなってる、かわいい、2歳って一番かわいい、いや2歳もかわいいけど3歳もかわいい4歳もかわいい、でも赤ちゃんももっとかわいい、なんかこの前友達と話してて、友達と話しててアイドルさん見てて、赤ちゃんみたいだねバブバブかわいいって言ってたんですよ、私がアイドルの方を見て、そしたら赤ちゃんみたいな子が好きなんだね、好きだよねって言われました、そうなのかもしれないと思って、私は動画のアイドルさんが好きなのかもしれないって思った、気づいた、やっと、あ、ありがとうラブラブ、ありがとう、そういとこ、いとこそうだよ、いとこは私のことを好きでいてくれてる自信があるから好きそうじゃなくても好きだけど、溺愛してたちっちゃい時、かわいいね、何しても可愛い可愛い可愛いってずっとやってた、めっちゃ可愛かったの、そう誰ですかそれは、誰でしょう、こんばんは、そうよくやってる、そう、そうそう、童顔といえばのんちゃん、のんちゃん調べる、多分私がなんかないものねだりなのかなって最近思い始めて、本当にね童顔じゃないから、昨日までめいっ子にそんな感じでした、そうだよねそうなるよ、ありがとう、キスキスありがとうございます、こんばんは、そうてん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 、何の話してたっけ、何の話してた急に急にバブバブとか言ってやばい赤ちゃんだねって、ありがとうございます、ハイセイノの話してない、したか、ハイセイノって言わない派だよっていう話した、でもコールは勉強していくタイプのはず、私は言わない派の方もいるから人それぞれだけど、私は言う派かなっていうお話もあるね、隣でご飯食べるとか言われたらあーめいっ子かわいい、何歳、ちっちゃい子ってかわいいよね、でも子育ては私できる自信ない、いい子じゃないとダメだ、ダメ、なんかイヤイヤ期とかがやだそうそうそう、こんばんは、夕飯です、そう夕飯だよ、じゃあじゃあ言いそうじゃあじゃあバイバイ、こんばんはみんなこと好きなのバレてます、こんばんはそうじゃ見え、いやいやきでも私やだやだって言うかも、やだやだやりたくないやだあんま言わないけど、いやなんやかんややるんですよきっと、さほちゃんお腹空かないの、え空いてない、ずっと飲み物飲んでるからかも、やばー、いいお母さんなりそうだけど、そうかな、なるかな、さほちゃんの子さん小さい頃からアイドルの曲で英才教育受けそう、
どうだろうね。あらあら、そう、やだやだ。いやー、私どうでしょうね。どうなんだろう、どんな子にかにもよるよね。言うこと聞いてくれる子、私の子供は私に性格が似ちゃったら言うこと聞かなくなっちゃうから。私さ、本当にさ、多分さ、小さい頃の私ってさ、本当に言うこと聞かなかったと思うんですよ。自分で自覚あるぐらい、今もだけど。だから似ないでほしいかも。さほちゃんの小さい頃の写真とか見てみたいかも。じゃあ今度お母さんになんかもらったらチャットとかに載せるか。そういうのって5月5日にやるべきなんだよね。もう子供の日終わっちゃったよ。5月5日にいろんなアイドルさんが子供の時の写真とか載せててさ、可愛かった。1年待たなきゃ。確かに今5月だから。じゃあ今度いつか送るか。さほちゃん子供には怒らなそうだから。いや、怒らないの良くないと思うから怒りますよ、ちゃんと。ちゃんと走らないとか言うと思うよ。一人っ子って、あ、そう、私一人っ子なんですよね。上欲しかったな、下もでもいいけど。一人っ子ってあんまいないよねって思いました。私の友達でも一人っ子って子あんまいなくて珍しいかもしれない。誕生日に載せればいいんじゃない。あ、確かに天才天才。誕生日にしよう。一人っ子 NGT メンバー、え、同期で一人っ子いたっけ。え、いないんじゃない急に。え、同期で一人っ子っていた。まず4期生先輩はちょっとわからないから。兄弟がいる方はわかるけど、その一人っ子かどうかっていうのはわかんない。待って、その話をする、あ、ヒロカッピが、そっかそっか、そうだ、ヒロカッピとその話したことあるわ。山下美月さんが一人っ子でしたね。そうね、一瞬トイレ行ってきていいですか。長時間配信してる。一瞬戻ってくる、待ってて、消えるけど待ってて。よいしょ、あれ、ミュートできない。あー、ミュートが解除できなくなると思った。待って、めっちゃコメントで おしゃべりしてるでしょ皆さん。杉本さん一人っ子、そうなんだ。マッシーさんがお姉さんなら最高だね。え、本当にそう。フォローありがとうございます。今全部読む。壁がいいですね。壁かわいい、壁かわいい。フォローありがとうございます。ちょっとねって言って消えればいいのに。本当にそう、ごめんなさい。綺麗な壁ですね。壁、深夜のテレビの砂嵐みたい。ごめんなさい、おかえり。そう、めっちゃ話してるじゃないですか。なんかフォロワーも増えてるし、なんかなんでよ。いる時に言ってよ。急に怒り始める。いる時に言ってよ。花冠作りに行ってた、面白すぎる。私も今度からそういう、ちょっと花冠作ってきます。かわいいね。そしたら一人っ子の話か。同期はヒロカッピくらい、もしかして一人っ子。急に話し始める。急に話し始めれます。
ジュナ兄弟いるでしょ、ナナも兄弟いて、コマも兄弟いて、モモちゃんも兄弟いて、アンナもいて、ヒロカピが一人、アオイちゃんもいて、ナギもいて、ヨアちゃんってどうなの、ヨアちゃんってさ兄弟いるの、何も知らないコード巻いててやばどんだけ手癖が悪いんだって話ですよ本当に。兄弟いるよ、え、そうなんだ、誰がいるの兄弟、下上、下がいるのかな、知らなさすぎる。たかしは兄弟いる、え、そうなん、みんなすごい、弟くんと妹ちゃんいる、そうなんだ、3人兄弟、そうなんだね。 NGT48 メンバーでお姉さんにするならやっぱりマッシーさん、そうですよ、それは当たり前じゃないですか急に当たり前じゃないです。ハルネってどうなの、兄弟いるのかな、知らなさすぎる、わかんない、どうなんだろうね。下だってか、そう、マシーさんは嫁じゃないの、え、だから全部になります、私が、私が違うか、そう、じゃあ妹は、妹はいらないですよ、そしたら私が一番下で解決です、それで。あゆみちゃんもいるもんね、兄弟で、メリーも兄弟いるもんね、そうそうそう、一人っ子ってあんまいないんですね。ハルチューさんも兄弟いるでしょ、リリカさんは分かんない、どうなんだ、そう、へえー、そうかい、そうか、こんばんはそうちゃんもなんかし、そう、下はいいです。でも下がいるのも可愛いのか、懐いてくれるもんね。そうだそうですよ、リリカさんは一人っ子、あ、そうなんだ、そうなんだね、そうなんだ花江さんとかも一人っ子ぽそう、違うかな、あ、でも上がいますって言われてもうんってなる、下がいますって言われても確かにってなる、いや、わかんない、何もわからない、そうなんだね、そうなんだ、姉さんもそう、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、冬9時になるのか、やばやばやば、配信マンですね私は。一人っ子さん確かに思ったよりいた、4期が少ないのかな、でも知らないだけで意外といたりする、まだ9時、まだ9時、確かにまだ9時、ジュジュルアさん、お兄さんという弟さん、そうなんだ、意外、真ん中っ子なんですね、目指せ最長記録面白すぎる、最長記録、さあちゃんと1時間、でも全然できるよね、できるなって思ってる今は。初めまして、初めまして、フォローありがとうございます。20時まで配信する、そう、チャット送りたいからちょっと早めに切るけど、でも今日自撮りもしてないしさ、ごめんね、ごめんねの気持ち、明日メイクするから許して、公園でするから、できると思います、そうだよね、できそうだよね私今自撮りするって言っても、今自撮り、絶対今自撮りしたら可愛くないよ意外といい写真が撮れた意外といい写真が撮れたよ、みんなみんなみんな、してるし、そう、じゃあこれ後で送るねみんなが見てるところで自撮りした、初めてじゃない、需要ありますよ本当に、
どんな顔して映ってたんだろうね今の私は。メールにもお願いします。ちょっと2枚はないのでチャットに送るね。メールは明日送るね明日送るね。ちょっと今日チャットに送るね一つだけ。オッケー。ちょっと遠くしてきた。今日の写真が来るのかな楽しみ。初めてかも確かに貴重な自撮りシーン。そう。もう席離れないよ。ごめんね。2回も席離れちゃった。撮れたよ自撮り。メガネの自撮りも初じゃないですか。初がたくさん。じゃあこれを。こんばんは。こんばんは。ハートありがとう。そうそう。激レアショット。え、本当にそうですよ。本当にそうですよ。激レアショットです。いきなり激レアショットです。思ったより今日の自分がいい感じに写真が撮れて嬉しい語彙力がなさすぎる。嬉しい。よかった。もうすぐ3時間。冷えですね。ルンルン、こんばんは。いきなりなんとかが嬉しいです。またメールかチャットそれ送ります。なんかチャットの方が画質がいいらしいからね、チャットに送るね。その写真がバレてるじゃんそうだよね。今日はいろいろつでこちゃう。初めさ全然喋ってなかったから2時間ぐらいしてやっと喋れる。長電話感覚で配信してる。そうか、そうかもしれないね。めっちゃ私は配信してる。毎日配信ずっとしてる。そうですね、意外としてるね。土日に15分とかがあったからその分。だるまもありがとうございます。カラオケじゃなくてこんなにしてるの初めてかな。そんなことないか。マシンガトークの小高山聞き取れるよね。私も今喋ってて。ハートありがとうございます。まじちゃんが実家帰ってて寂しい。寂しい寂しいよ。私は言ったもん、会いたい、会いたいです、お話ししたいです、会いたいですよっていうことはお伝えしております。今私は絶賛伝え中。そうハートありがとう。こんばんは。そうそう、徐々にそう今日 BLT。 そう、その話さっきした。ゼブンネット、もうゼブンネットかな。紀ノ国は行けないし。うん、私はよくセブンネットのいいところって現地払いができるところですよね。そう、実家ついてくしか。でも一回行ったことありますよ、行きたいって。バラありがとうございます。エンジンかかってきたからますます配信出しかない。よかった。そう、確かにそう。セブンネットでよく私はキャンキャンを買ってて、ポストカードがスタッフさんに買ってきてもらえば。そんなこと言えるわけないでしょ私が言えるわけないでしょ。市場が入りすぎなんです。ちょっとなんかそう言った。いや BLT 受け取ってきた。お、いいですね。雑誌とかの好きなところは写真もだし、インタビューが載るじゃないですか絶対。それが好きなんだよね。そのメールでも配信でもわからないことが知れるのが嬉しかったりする。私の
雑誌を買う理由としては。そう、インタビュー、そうインタビューっていいよね。私めっちゃ好きなんですよね、それ読むの。ヨンキの情報かもしれない。確かにヨンキはじめめっちゃ出させていただいてたよね。ボムと一番最初なんだ、あれはなんだっけ、そう出させていただいて一冊あげようか、くれるのくれるの、セブネット限定のハガキいいのか、わかる、クスニンの対談式のおかげ、わかる、対談めっちゃ好き、めっちゃ好き、わかる、わかるすぎる、あの部分の情報量よかった。お、忘れたけどガタハムに入会したの7月の。あー、お話し会初めてですね。何着ようかな。服買いたい。服買おう。インタビューで初知り合うと、わかる、インタビューで初知り合うと嬉しい。あと、この時のいいこのインタビューと、このインタビューでこれぐらい考え方が変わったんだなとか。持っていこうか、プレゼント、そうなんだよね、うん、ありがとうね、でも嬉しいよその気持ち、そう、ありがとうございます、ハート。そう、あとさ、なんかさ、雑誌ファッション誌とかにさ、アイドルの子が本当に使ってるメイクとかさ載ってるとさ、これ使ってるんだとかさ、インスタとかで上げてくれる方もいるし、それでもめっちゃじゃなくて雑誌で知れるのも嬉しい。オンラインだと雑誌見れないな、確かに、そっか、じゃあ上が可愛い服を着るべきなんだね、確かに、そうちゃんも成功したそう、こんばんは、私は体が歪んでるか、こっちの肩がよし、握手会とかね、あるといいんだけどね、オンラインだとみんなの後ろの背景とか見れます、確かに、下なんでもいいよ、下パジャマここめっちゃ可愛くてさ、リボンとかついてるかもしれないのにさ、下パジャマとかわかんないんだよ、それでもオンライン確かに久しぶりに、そうだよね、可愛い上の服が欲しいな、こんばんは、オンラインの時も自撮りも楽しみ、お、通学時右肩にバッグかけてた、かけてた、スクバは右持ちだから、バッグ全部右肩、だから左だと重く感じちゃって、だから右肩、急にさリンパ流し始めるのやばすぎる、なんとかではない、星になってしまってる、なんだろう、斜め掛けもこっちにショルダーの上が来るようにする、こっちでカバン持ったりする、撫で型ではない、撫で型じゃないです、私撫で型なりたくて、右利き、そう右利き、ありがとうハート、だって眼鏡、いや土入りです、めっちゃ土入り、なんか目ちっちゃくなってるかも、買わないか、度が入ってるとさ、遠視だったら目が大きくなるけど近視だから目ちっちゃくなっちゃう、自分は左利き、お、左利きっていいなって思ってる時あった、お母さんが左利きなんですよ、だからね、そう、なで型とか、え、そう、嘘、憧れるものおかしい、そうなの、おかしいか、俺なんとか涙、え、なんで、何が伏せ字になっておる、片方にだけかけてると姿勢が歪むって言われた、それはそう、歪んでるかも、あとさ、横向きで寝ないで仰向けで寝ないと顔の形が歪むとかありますよね、なんだっけ、ここ骨がなんかこう圧迫されちゃうんだっけね、いやモデルの方とかだからすごいよね、全部気使って、寝るときはどっち向きとか、え、私でも仰向け、本当に寝ようって思ったら仰向けで寝るように心がけてるけど、起きたら仰向けじゃないかったりする、
横向きで寝るから歪む。確かに横向き、スマホ見てるときは横向きかも。でも仰向けで寝る、寝るときはこうやってスマホこうやって置いて目つぶってで寝てる。それ両方歪むね。確かに確かに。うつ伏せはでもないかな。うつ伏せはしんどい、顔が窒息しちゃうからこうやってやないと。ルンルルルルンルルルンルルン。明日全座だ。明日全座だ。どの向きで寝ても起きると仰向けです。おーいいね。ほんま仰向けは天井のお化けが怖い。嘘、怖くないよ。お化け怖い、かわいい。お化け。お化けなの、お化け。お化けより人が怖いですよ。人、はい、お不審者、どちらかといえばね。寝るときは真っ暗で寝る。寝ます。なんか前テレビで光がついたまま寝ると太るっていうのを見て、太るの嫌だから消す絶対。そう、なんか太るらしいよ。うん、なんかね、体がなんだっけ、これ全部テレビの情報だからこれ全然信じないでください。医療的証拠とか何もないんで。そう、なんか部屋をちょっと明るくしてると体がなんかなんだっけ、部屋明るいまま明るくして寝る、そう、あ、照明つけっぱなしで寝ると肥満や糖尿病のリスクが上昇するらしいですよ。これはね、なんとかかんとか大学のなんとかさんっていう人が調べたらしいんですけど、多分これを私は、ね、見て、嫌じゃん、寝てる時痩せたいじゃん、寝るってカロリー消費するから痩せるはずなのに、その痩せるはずの効果が消えちゃうのは悲しいから、私は電気絶対消すの。そうそうそう、そうなんだよ、なんとかさんが、そうなんだよ。これはネットにある知識を丸読みすると、夜に明るい照明をつけたまま寝ると体内時計に影響し、質の良い睡眠を取れるだけでなく、取れなくなるだけでなく、心拍数が上がり体が緊張した状態になり、血糖を下げるインスリンの作用が悪くなる、インスリン抵抗性にも悪影響が現れることが分かったって書いてあるから。みんなもこれを信じるとしたら、でもね、真っ暗で寝るって感覚が遮断され、逆に脳が過敏になり目が覚めやすくなるため、おすすめではありません。どっちって思うよね。どっちも書いてある。だから良くない、デメリット。真っ暗で不安を感じちゃう人は安心感があった方がいいらしいですよ。でも私は不安は感じないからいいのか。どっち。メガネかけてるから説得力ある。ダメダメ、騙されやすくなっちゃうよ。だいたい寝落ちだからそのせいか。そうかも。そう、どっちなんだろう。寝落ちすると体調悪い感じするからなとか。ああ、そっかも。だからその間接照明で慣れてる人はその方がいいのかもね。でも私は暗い方が慣れてるから。豆ちゃんしか勝たん、かわいい豆電球。そう、間を取って豆電球。ああ、寝るなってことですね。絶対違うじゃん、方向が。なんか絶対違う。寝るなってことですねは極論すぎます。そう、寝るべきですよ。なんか寝るときって消費めっちゃカロリー消費されてるらしい。痩せるんだよ寝るって。カロリー、一般的な成人が寝ると300から350キロカロリー痩せる。これは5キロのランニングに相当する消費カロリーです。だってすごくない。だから私は寝る。家なら一生寝てたい。そうかも。私の一番のダイエット方法は寝ること。
だから年を取ると寝れなくなるんだよね。ああそうかもしれない。なんかおばあちゃんとか早起き、休みの前日は何時くらい寝ますか。休みだったらもうね3時とかまで起きてる。休みだったらね、休みじゃなかったら寝るけど、そうじゃん寝落ちしないタイプなんでね。え、寝る直前の意識はあります。あこれ眠くなったって言って電あのスマホ切って電気消すから電気消すから。最近5時台に目が覚めちゃう。え早い。でも緊張してる時とか、なんだろう明日コンサートとかはめっちゃ目覚ましより早く起きる。超嫌だ。そう朝早く目が覚める。嫌じゃない。なんかあ起きちゃったってなっちゃう。私緊張してるんだな、緊張してないって思っててもって思う。マレチネスターしっかり。そうだね確かに。そうそう寝落ちがすごい。そうじゃあそうちゃんスターたくさん出たってきた大丈夫じゃないでしょ。ダメダメもう全然は緊張しない。しますよ緊張する。直前にするとやばい緊張してきたってなる。でも前日からとかではないかも。そしてそうちゃんに思って早く。ありがとう。そうそう明日前座だ。久しぶり10日ぶりめっちゃ久しぶりいやこの頻度感覚が空くとめっちゃお久しぶりな感じがするね。皆さんに直接会うの宿とかですぐ寝れる。疲れたら寝れるけど、受付誰かなで緊張します。あーそっか、そうちゃんに会えるの久しぶりね。久しぶりだね。こんばんは。そうちゃんまだ配信やってくそうだよね、そう思うよね。まだやってるのかって。外出して今帰ってきたから。本当にならよかったけど、ありがとうございます。キスマークもバラも小判も6日以来公演行けてない。あーそっか。でも私も6日以降に行ってたの2回くらいとかだから、また来月とか会いに来てね。そこ私なかったから今日の AKB のおじいさん、あ小島もこさん、そうだったんだ。そうなんだね。下思いちゃう。おありがとう。そっか杉本さん体調不良なんでしたよ。フォロワーさんも1559人まで増えてます。本当にありがとうございます。嬉しい。あと一人で6000、1560まで行く。初めて4期生イベント以来さほちゃんに会えてない。また来月でもいつか会いに来て。前座してるから私はずっと多分。いやでも出られるの、いや出られる日を狙って来てください。じゃあ私がいる日を狙ってね。ありがとうハート、ありがとうね、ありがとうございます。たくさん。もう9時。ちょっと待って、なんかだらだら話してる。目指せフォロワー4000シャーロック基本サボちゃんがいる日しか投げてない。ありがとう嬉しい。こんばんは初見の方ありがとうございます。そう次行く時は必ずサボちゃんがいると思うからそうだね。公園に行って前座メンバーが次の公演、6月の公演って次いつだ。前座は1曲なのでね15分もないの。 5分くらいかな、長くて見積もって5分ですスケジュール、スケジュールじゃなくてニュース。1日が休館日で2日があるのか。
2、8、9、10、16だね。おお。私はどうだろう司は誰が前座かな。確かに誰だろうね。司はちゃん出てほしいな。うん、わかんないからね。まあ6月なんで本当そうですよ全然奈緒ちゃんと違う。次の今のメガネ食いが素敵。無意識。いつやった。平日はない。そっか、平日がないのか。あ、そっかそっか、そうなんだ。明日頑張って。ありがとうございます。一回聞かれてみるのごめんね。そうだね。うん、そっか。いつだ、最初オーディション、お披露目。3期生さん6月1日。アボカドじゃねえし、アボカドだしびっくり、急にびっくりする。脳に流れてきた、突然始まるチコンバナナ。アボカド食べれるんだっけ。めっちゃ好きです、アボカド。アボカドは醤油つけて食べるのも好きだし、単品で食べるならね、料理とかにするんじゃなくてもう好きだし、なんかレモンと蜂蜜で食べるのも美味しい。レモンと蜂蜜で食べるのに一時期めっちゃハマってた。美味しいんですよ。コンサートも目指します。そうだよね、お腹すいた。お腹空いてない、びっくり。でもこれ今お腹空かないと夜中に食べてしまうっていう危険性があるのでなんか食べます、何かしら。マヨネーズだな。あー、サラダだね。それだとボカラダサラダも好き、美味しいよね。みんなで食べたアボカドメンチが美味しかった。何それ、美味しそう。食べ歩きでさ、メンチカツ、なんだろう、コロッケ、コロッケ、あのどこだっけ、浅草の有名なコロッケ食べ歩きみたいな、めっちゃ美味しかった。急に全然違う話じゃない。美味しかったのを思い出した。アボカド一人暮らし始めてから食べてないかも。食べたい、買いに行こういつか買いに行こう。そうじゃないじゃない、パスタ茹でてる。お、私が何も行動していない間にどんどん皆さんが夜ご飯を食べ終わっていくんです浅草の揚げまんじゅうは食べた。食べたことないかも。食べたことないです。今日はグルメがたくさんで羨ましい。ああ、そうかな。アドカドにレモンと蜂蜜メモしました。そう、何時間あれば大抵のこと。そう、みんながさ生活しててやるべきことをめっちゃしてる間に私は配信をしている。 BGM でしょ。なんか BGM あったら動けません。なんかラジオ聞きながらだったら家事できるけど何もないと動けないみたいな。話し使えたらお腹すいたんじゃん。今まだ平気。今日はカレーを食べました。お、いいね。私昨日カレー食べました。でも晩ご飯終わった、みんな終わってる。今ご飯食べて今アイス食べながら見てる。お、いいね、アイス。いやみんなめっちゃご飯食べ終わってるんだけど、私は今からご飯を炊くので。なのこの世の終わりみたいなタイムスケジュールで生きてるまあまあまあ、電子レンジさえあればさあすぐできるのにさあ6月って4期オーディションの申し込みの1周年。そうですね、確かにこの時間だから、確かに確かに3時間だから来てくる慎重に我々が。ここでいきなりご飯ポチッとか炊き始めたら面白い。私おあれ見返そう、書類審査通りましたのメール絶対残ってる、絶対残ってるから今からメールを漁りますね。えなんかアイクラウドアイクラウドいっぱいになりましたっていう連絡が来てるんですけど、
これさ、わ、懐かしい。一番最初に、私が応募した日は6月24日です。そう、電子レンジないんですか？あ、壊れたの。壊れたの。そう。6月24日に応募完了ですね、私は。懐かしいですね。ギリギリだね、結構、そう考えると。多分ギリギリかな。はい、応募期間いつからいつまでだったんだろう。いつからいつまでだったんだろうな、調べよう。応募期間、応募期間出てこないかな。懐かしい応募フォーム、6月30日まで。じゃあ私ギリギリじゃん。私ギリギリじゃない。電子レンジの角をジャンプしたのに、あ、なんかつまみが動かせなくなっちゃった。時間が多分部品不良かなって思ってます。いやギリギリだね。そうそうそう、6月24日ですね。懐かしいですね。いや懐かしい。懐かしい。送った時の記憶あんまりないな。何時に送ってるんだろう、調べよう。何時に私が応募完了メール来てるか見ます。時間見れないのかな。オーディション。深夜の2時54分に応募完了メール来てる。夜中じゃん。私面白すぎる。嘘でしょ。やっぱり夜中ですね。しかも6月24日って何曜日なんだろう、調べちゃおう。面白いから。あ、土曜日だ、土曜日だから金曜日帰ってきて。絶対考えてないと思う、私あんまり。多分ペパパ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 って書いてポッて送ってるはず。これは絶対シアンのりで応募した。そんなことはない、受けようって思って。ああと1週間だ、送らなくちゃって多分送ったのかな。写真とかはどうしたの。普通に撮りました、撮った。家族写真の切り抜き、私が写ってるところアップは、全身は撮ってもらったやつ、お母さんに。そうだよ。うん、考えに考えて、迷いに迷ってじゃないの。初めてのオーディションとかではなかったから、そのオーディションを受けること自体への抵抗感っていうのが多分なかったのかもしれない。受けようって絶対思ってたから、もう受けようって思ってて悩むことはないからね。そうそうかな。おーちゃんが受かってよかったです。こちらこそありがとうございます。今時は電子で応募か。今時は、え、でも何年も前からそうなのでは。紙で応募って聞かないよね。 AKB 一期生さんとかは絶対紙だろうけど。あ、でも昔はさ、選べたよね、紙か電子か、どっちか、どっちでもできますみたいな。今は電子しかないけど。オーディションのルーティーンとかある？ない。何それ、オーディションのルーティーン。ないな。オーディションのルーティーン。オーディションのルーティーン。オーディションのルーティーン。あ、でも駅から会場までに間に、あ、この子オーディションだろうなっていう子はいる。
新潟に来てくれてありがとう。こちらこそ。ふんふんふん。こんばんは。そう。ちょっとふん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 。そこに紛れてる私はアボカド。こんばんは。アボ写真にこだわりは。なんかあんまメイクしてないやつでした。でも暗いかな。そう、みんなめっちゃオーディションの質問してる。いやーいいよ、その話やめよう。難しいな質問が。インタビュー答える時ぐらい考えたいと言えない。こう参考にします。合格した瞬間相当ハイテンションでしたか。そんな空気じゃないですよ合格発表。そうそうそう、空気重いからね。イエーイとかにはならない。ショールーム配信緊張しましたか。うん、でも私顔出してないからね。インタビューになった気持ちだった。やだ。ハロー、アイムフロムインドネーシア。ハロー、ハロー、ハロー。参考になります。何がだ。ハロー、ハロー。イエーイ。英語。飛び上がらん。そんな子いたらびっくりする。すごいってなる。さ、サラ、マ、ド、マ。むずい、むずい、むずい。Nice to meet you. Nice to meet you too. たくさんインタビュー。ね、めっちゃ私インタビュー考えちゃうんですよね。文章考えるの苦手なんだろうなって思う。お疲れ様です、ありがとう。もう9時半なの。怖い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 。50分に壇上読みとかにしますか。どうだろう。こんばんは。サボちゃんのメールの文章好きです。本当に文章、私の文章、何も言わなければてっぺんまで来そう。いやできないんだって高校生だから。とりあえず安堵感でほっとしたみたいな。全然そんなこともない。そうそうなんですよ。私は何気に絵文字の使い方が、そう、お気に入りの絵文字見つけるとずっと同じの使っちゃう。これかわいいって思ったらずっとそれを貼り付けてる。冷や汗みたいな絵文字とかもかわいくて使っちゃう。汗みたいな、かわいいよね。にっこりしてるやつもめっちゃかわいいし。そうか高校生か。そうなんですよ、実は実はそれじゃない。それも使う時あるけど、顔文字、絵文字じゃなくて顔文字がお気に入りがあって、あ、その子も使うけど、一番最近使ってないけど一番ハマってたやつもある。今のめっちゃ笑ってる。あ、でも私今このテロップにしてるさ、よろしくお願いしますのにっこりのこの絵文字、この子好き。時期卒業したらてっぺん配信が普通になりそう。始めるのが遅くなるんだろうね。でもそれは長くなるとかじゃなくて、よく使う。そうね、かわいい。あ、その子か、その子もかわいい絵文字。あ、この汗かわいい。何これ、初めて見た。今度使おう。でもなんかちょっとかわいい、くの字になって大なり小なりみたいな。そう、え、これ寝てるの、初めて見た。おじさん構文によく出てくるやつ。そうなの、なんとかちゃんこんにちはとかのやつ。涙、涙めっちゃ使う。私一番プライベートでも使う絵文字は何ですかって聞かれたら涙、絶対に涙だと思う。この涙とこの涙、どっちもめっちゃ使う本当に。
回の配信で約4時間って初めて、え、初めてじゃない？イベントでもやってないよねそんなに。あ、これ分かる、この涙、この笑ってない涙のこのやめちゃつか、その笑は使ったことない。絵文字でも私さ、あんま絵文字使わないから、絵文字使うこと会話するときは使うように心がけてますね。でも涙はめっちゃ自分で使う。これ一番使う。何それ、へこんでる、かわいい、かわいすぎ。待って、前髪やば。号泣はよく使う。え、めっちゃ使う、一番使う。ありがとうも使うし、ごめんもそれだし、なんか一番感情に寄り添ってる、その号泣が。天使よく分かんないけどできてる。私赤ちゃんの絵文字とかめっちゃ使いますよ。赤ちゃんの絵文字で可愛い赤ちゃんみたいな、赤ちゃんの絵文字可愛いから。メールでは使ったことないけど、ウインク、あとひっくり返ってるやつ、顔が、それめっちゃ使いたい。そう、赤ちゃんの、そう、バブバブ可愛いって感じ。こんばんは。あ、そうそう、好みの癖が、確かに。あんまり私素朴な絵文字が好きなのかも。豪邸豪邸いっぱいこう涙とか眉毛とかたくさんあるやつより素朴な。はい、これシマウマよく使うに出てくるんだが、あんま使ってる人見たことないけど、そう、メールでも使ったし、ピエン、ピエン、ピエンか、ピエンは使うな、ピエン使っちゃうよ。こんばんは、初見ありがとうございます。そう、以前怠け者絵文字乱用してた。あー、初見ですか、クウソ、ありがとう、来てくれて。動物だとなんだろうな、ウサギめっちゃ使ってる時あったよね。こんばんはウサギみたいな、ウサギの絵文字好きなんですよね、可愛くて。そうそう、 月とか使うね。こんばんは月、おやすみ月みたいな、月可愛くて使っちゃう。こんばんは、うさぎめっちゃみんな打ってくれて何があったんだってなる。今来てくれた人コメント欄絵文字だらけで、クマも可愛い、わかる、クマ可愛い、茶色って可愛いよね、なんかビスケットとか。何それ、新月新月ですね。でもさ、本当に満月の日に満月とかにしたら私すごくない？してないけどね、全部上限の月だけどこのタイプの時計ってなかなか見かけない。嘘、私おはようでめっちゃ時計つけちゃう、おはよう時計。でも確かにそれ現実で使ってないよね、私もデジタルだし。あ、満月、今日ってなんだろう、月、でも雨だから月見えないか。ふんふん、雨だアボカド、そう、メールで見るんだ、そうそうそう、月、上限の月だよね文字って。なんでだろうね、加減ってあんまないよね、半月くらいかな確かに、よっとつく。え、嘘、ありがとうその絵文字面白い、かわいい。でもそのしめじ入れてるから、しめじで加減は朝に見られるんだっけ。え、そうなの、知らない知らない、わかんない。レインボースターありがとうございます、こんばんは、初見の方ありがとうございますありがとう。よし、いやーめっちゃ配信したるね。だからこれ
確かによく見かけるかも、その絵文字ハートにあふれてるやつ。ハート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 、さほちゃんまだまだいけそうです。ごい、だって時間の感覚ないもん今今日一日の感覚がない。フォロワー報告1560人。嘘、本当ですか、ありがとうございますです。本当にありがとうございますです。しすぎるぐらいしたね。まだできるなまだできるな、みんなのコメントのおかげですよ。でも話題振ってくれるからね。そう、冷静に3時間半も3時間見てるとか、確かにみんなもすごい、ずっといてくれてる人とかもいるますもんね。ありがとね。途中消えたりとかしてるかも。やっぱりてっぺんじゃん。いや、いけるけどできないからさ切れちゃうから自動的に10時にバンって。10時で切れるのが寂しい。寂しいよね、イエーンお風呂入ります、ご飯食べて、いるます、ありがとうございます。あ、普通のますだすインラあ、そっか、インスタライブって切れないんだ。ちょいちょい抜けてます。いいよいいよ全然。こんばんは。インスタやってないからね。インスタしたい。いやでもな、インスタ、うん、配信終わると独り言とか言ってない、言ってない。めっちゃ急にさ、音楽とかかけ始める。すぐ音楽かけて、あ、でも歌うかも。今日ずっと歌ってたかもしれない歌ってた。あ、充電が 100% になった。いいお酒のお供でした、よかった。インスタが一番メンバーのカラーが出て個人的に好き。あー、確かにインスタね。音楽はやっぱり乃木坂さんとかも。全然聞いてないです今。みずきちゃん卒業してから聞けなくなっちゃって聞いてないさほちゃん、あなた私めっちゃ歌ため息ついてない。ついてないよ。でもため息ってリラックス効果あるらしいですよ。だからみんなも疲れたらため息吐いたらいいらしい。めっちゃメガネはありがとうね。今日はメンバーによって配信が受けなくなる人って言ってる人もいる。そうなの。あ、でも私もここに滞在し続けてずっとあれかも、音楽流して今日はお風呂入るけど。かわいい、ありがとう。よくため息した幸せが減るっていう、あれはガセネタなの知らないでも科学的根拠的に言ったらリラックスの方なんじゃない。スタートは一発でも最後はサボちゃんだけどメガネめっちゃ似合うし可愛すぎ、ありがとう。メガネ似合うってあんま言われない、ありがとうね。こんばんは。ずっと喋ってたら絶対リップ落ちてるよね。見ます。そこは深呼吸で。確かにため息もさ、吸ったら深呼吸になる。リップ落ちてるねやっぱり。中から配信見たけど、メガネは最初から、あ、開始2秒ぐらい、開始6秒ぐらいでつけました。お疲れ様でした、ありがとう。終わりかけに塗るっていう、途中で塗るんじゃなくて。いやー、手についちゃった見てなかったから手についちゃった。吸うのが先、吐くのが先か。そうだね。なんかさ、ちはやふるでさ、みんなはなんだっけ、なんだっけ、ちはやが限界まで息をどっちだっけ、吐くんだっけ、吸うんだっけ。まあなんかいい話があったんですよ。まあとにかくちはやふるを前回読めばわかります、何の話か。会社から車から違えるようお風呂が所在でしたすごい、ずっとやってるからありがとう。吐くか、限界まで吐く。私はみんなは吸うけど私は限界まで吐くみたいな、なんかさ、そういうのが、そういうシーンがあって、私ちはやふる本当に大好きで、だからね見てほしいです。
キスマークありがとう。明日はカラッとして晴れの天気になる。本当に？やった。そう、ハートありがとうございます。また盛り上がるんだよ。めっちゃさちはやふる読み込んでてさ、はじめましてありがとう。そう、まだ入んない、全然入らないよ。50分まではやるよ。50分。ちはやふる映画も見ました。ちっこい女の子の分がいい。誰、かなちゃんのこと言ってるのかな。すみれちゃんもいい子ですよね。いや、私すみれちゃんと誕生日一緒多分。すみれちゃん好き。でもしのぶちゃん推しなんですよ私。ちはやふるの広瀬すずさんが分かる。でも私はしのぶちゃん推しだから、松岡真由さんが好きで。しのぶちゃんかわいいの。急に。ちはやふるはね、完結しちゃったね、あっという間に。ちはやふるってこうやって表紙開いて、開いたやん、ここの帯のところ、帯っていうかこの表表紙のここの部分に一句毎回書いてあって、102首がだから100巻までいけば全句揃うんですよ。でも50何巻とかで終わったから多分全句は載ってないんだけど、そうなんです。 そこもいい。この巻にはこの句とかあるから、そう、しのぶちゃん美味しい。松岡芽生さん好き。え、わかる。そうじゃん。そう、アニメは見てない。映画と漫画だけかな。アニメはね見れてないですね。102首私全然覚えてないし、秋の田のすとか1番から5番ぐらいまでしか言えない。めちゃめちゃ読み込んでる感じする。そう、あ、そう、一句じゃない、一首だね、ごめんね。一首、102首だもんね、ごめんなさい。ありがとう。乃木坂のかと思ったら朝日奈具でした。そう、作者が一緒なんだっけ、朝日奈具と。朝日奈具映画見ました。漫画読んだことないけど。そう、短歌コミックスのカバー裏楽しい作家さんいる。わかる。映画行ったのはそう、朝日奈具。同じ誕生日でアニメから調べたらケロロがいた。おお、私はめっちゃ同じ誕生日のアニメキャラたくさんいる。花輪くんとのび太とすみれちゃんと、なんかアンサンブルスターズにも一人いてとか、つむぎくんみたいな感じだった気がします、名前。ちょうど去年の7月に知った松岡さんのドラマ最高の教師見てた。ええ、もうあれ去年なの。え、最高の教師って去年なの。怖っ。見てたよ、最近の記憶ですもん私。最高の教師面白かった、面白かったよ。さあちゃん、カルタできそう。できないんだ。エネルギーティブというよ、先輩です。およー、伸びた、伸びたいいでしょ。メガネ伸びた。さおちゃん、24時まで配信方だった名前、確かに。え、最高の教師さ、もうめっちゃさ、松岡真優さんが可愛すぎてさ、話が入ってこなかったもん。なんかね、可愛すぎて、本当に最終回とかめっちゃ可愛かったですよ、まあ、ずっと可愛いんですけど。あとさ、あれ、ラランドのサーヤさんも出てて、サーヤさんが好きなので私は、だから好きかける好きかけるみたいな、めっちゃ面白かった。松岡芽生ちゃん好き、好きです。でもライトな、そんな深く全作品見てるとかではなくて、気になる作品に出ていったら嬉しいなぐらいです。女優さんとかのあんま推し方が分からなくて、だからそんなにね、うん、みんなが思うほどの好きではないかもしれないけど、好きですよ。伝説の教室だよ。そうなの、5年前くらいまで。最近確かに日向坂の藤島加穂さんと同じだ。そうなんです、私藤島加穂さんと生年月日が一緒で、これ話何回かしたことあるかもだけど、そうなんです、加穂凛さんと藤島加穂さんと同じなんです。川越のサヨさんが好き。急に急に良かったですね。そうそう、なんだろう、こんばんは、うらやましいやん。そう、同じ誕生日ってあんまりね、いないから。わかる、全く同じ生年月日ってさ、リア友では一人しかいなくて、一人だけ学校にいて同じ誕生日の人が
サホリン降臨、のんびり北ではないか、私はのんびりなんとかからサホリン降臨、勝手にやる、ダメだ、ごめんなさい、勝手にやっちゃった。こんばんは、そうそう、こんばんはね。何月に生まれたかったとかありますか皆さん。急に私の憧れは早生まれなので3月生まれになりたかったです。あと数時間ずれてたらヒロカピと同じ誕生日だった、そうだね、確かに私が朝生まれたのか夜生まれたのか分かんないんですけど、9時50分だよ、え待って、延長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 、55分に誕生日読みします、チャットもちゃんと送ります、待ってね、サホリンって呼ぶね、呼んでください。3月生まれ、3月生まれいる、うらやましい、3月3日生まれとかかわいい、ひな祭りかわいい、5月とか6月くらいかけた、あー友達で5月5日生まれの子がいてめっちゃ覚えやすい、子供の日だから。誕生日なら乃木坂のあやと一緒です、そうなんだ、いいですね。8月7日もかわいい、わかる、8月7日ちょっとお気に入り、かわいい。旧七夕なのがめっちゃ可愛いなって個人的に思ってて、だから誕生日好きです、結構。でも第一希望は3月3日、おっと私3月、もう来月誕生日です、おめでとう、来月6月おめでとう、やっぱ憧れの癖が強い、そうかな、サポポ、そうサポポ的には1月8日とか嬉しさに、おおめっ子が8月中で、え、そうなの、11月8日ならば忘れない、確かにマッシーさんと一緒だな、希望すな、ナイさん誕生日でしょ、やばい、誕生日で盛り上がってしまう、そう4月1日がよくない、あ早生まれ最終日だ、いいね、確かにあと2日早く生まれたことあるよね、やっぱり私の幼馴染に1月1日生まれがいてすごってなった、正月にって、すごいすごい、ほうちゃんが止まらない、急にそう急に喋り始め、早生まれだから普通に夏生まれが良かったから、早生まれでも憧れはあるんだよね、そのだって早、あーそっか、起きまして5人で、私でも8月7は私まあまあ好きです、覚えやすい自分的に。弟がナナイさんと同じ誕生日でマッシーさんと一緒で、ザオちゃんと2日過ごお、そうなの、1月ですよね、正月によって、確かに親戚は落ち着かなかったよね、せっかくお正月休みなのに、でもお正月生まれって総理大臣が多いらしいですよ。急に急にさ言い始める、そう、ハートありがとうございます、自分も毎月お店に叩き面白すぎる、父親が1日そうなんだ、すごい、私は1月1日まで違うと言う、なるほど、全国生まれの日がみんなその日に、そうなんだ、なんだなんだ、僕の言ったこと知ってます、な、なになに、なんて言ってたんだろう、ごめんなさい、わかんない、どこ上6月の祝日ないから誕生日もちょっと誕生日特別感、あーちょいちょい豆知識入れてくる、確かにそうかも、やだね私、でもまあまあなんかなんかまあそんな気分で見てください、お疲れ様です、ありがとう、55分にチャットをね、チャット画面で待機しとこう、ちゃんと送れるように、そうそう、疲れさんです、あそうです、私正源寺陽子さんとも同い年です、そうですね、アイドルさんで同じ学年の方、乃木坂で言ったら富里奈央さんとか、桜坂だと松野美桜さんと、あとわやばい名前ど忘れちゃった、本当に最低、やばいやばいやばい、いつもさいつも言ってるのにさ、うん、誰だっけ、そう06、最年少、あーなんだっけ、あ
そうめっちゃ笑う子なんだっけ、そう一緒なんです、急に急に、いや一緒なんですよ私は結構。06未だに同じ誕生日の48グループの坂道も同じ誕生日とか、ええー、そうなの。エンリコさんは1個上です。06なんだけど早生まれだから、そうなの、時間がその通り55分になったら何時読みするから、ちょっとまだ同い年の保険でも住んじゃいない。あーそっか、そうだよね、だんだんさ年下の、ん、だんだん同い年のメンバー入ってきたな、年下なったなって思ったら55分で、そう遠藤莉子さんですね、遠莉子ちゃんです。時間が時間がその通り、もう55分だよその通り。でも配信まだ切れないからちょっと待って、まだ配信するでもそろそろ読みますね。ではでは男女読みをさせて、本当にありがとうございました、長時間。では男女読みさせていただきます。13位、あの時助けていただいた鶴です、さあありがとうございます。12位、ちーぼーさんありがとうございます。11位、たむひろさんありがとうございます。10位、かずやさんありがとうございます。9位、せってんがーさんありがとうございます。9位、あ9位じゃない、8位、大関さんありがとうございます。7位、ランダーさんありがとうございます。6位、ほっしーさんありがとうございます。5位、にどみさんありがとうございます。4位、ジロリンさんありがとうございます。3位、メープルなおくんさんありがとうございます。2位、コミュニストさんありがとうございます。して1位、ポメラニアンさんありがとうございます。私の長時間配信に付き合ってくれてありがとうございました。まさかこんなに長くやるなんて私はまあちょっと思ってたけど、今日は長くやりたいなって、でも3時間以上やったの初めてだったからありがとうの気持ちでいっぱいですありがとう。3時間40分オーバーですそう、可愛すぎない、嬉しい、ありがとう、フォローありがとうございます。そうだから楽しい時間になりました。本当にみんなはもうご飯も食べ終わったかも、だから明日お仕事してとか前座とか公演もありますので、ぜひ来ていただけたら。明日は朝配信、どうしよう悩んできたな、帰ってきてできる自信が、いやでもこの配信終わったらさほちゃん落ち込みそう、落ち込まないよ、なんでよなんでよ、大丈夫だよ。ではでは頑張りよ。37日目、そうだね明日、ん今日が37日、今から私はご飯を炊こうかなと。いやー炊くかな、炊けたら炊く。あそう、向井と葉ちゃん、そうです向井と葉さん、ありがとう最後に教えてくれてよかったです。失礼なことしちゃうとこだった。では無理しないでね、ありがとう。チャットも送ります、全然送れる。ではブワーって送ります、58分。あーではまたね、おやすみなさい、長時間来てくれてありがとうございました。メールも書くからちょっと待っててね、ありがとう、おやすみなさい、本当に長時間ありがとうございました。ちゃんと食べてね、食べます、ありがとう、おやすみなさい、またね、バイバイ。あれ